皆さんおはようございます。2018年1月の26日14時37分です。よろしくお願いします。ちょっとコーヒー買ってきます。いきなりで申し訳ないです。寝起きです。おはようございます。のんちゃん、なんかいる？風船ありがとう。いやー、なんかすごいらしいね。水増しツールの存在が出てきたらしいよね。水増しツールの存在が。皆さん知ってます？とある配信者、サソリンさんっていう人が、機材は大手っていう配信者の方がいるんですよ。僕も少しだけ、コメント欄とかで交流があったりとかするんですけど、ちょっとだけですね。1回か2回ぐらいだけど。なんかその人が水増しツールを開発してて、で、5人の大手配信者の人を水増しをしてたと。で、っていうので、少し軽く炎上気味らしいんですよ。今、ふわっちが。あ、で、はっきり言いますよ。はっきり言います。そんな昔からあるから。そんなの昔からある。八百屋りんごさんいらっしゃい。そんなの昔からあるに決まってるじゃん。だけど、俺はね、正直水増し嫌いなんですよ。水増しは嫌いだけど、水増しあるに決まってるじゃないですか。だから、俺ははっきり言って、サソリンさんを叩くのはどうかと思う。仕事でやってんだから。それを利用する配信者がダメなんでしょ。俺ね、誰かね、正直わかってる。俺の中ではこの人だなっていうのあるの。正直。で、それは本人にも言ってる。本人にも言ってます。はい。俺はね、ドレさん。まず第一に絶対水増しツールが入ってるっていうのはドレさんなの。はい、こんにちは。お疲れ様です。で、それは、名誉のために言っとくけど、ドレさん本人にも言ってる。で、本人は使ってないって言ってんの。ただ、リスナーがおそらく使ってるだろうねっていうことは言ってた、ドレさんも。で、それが何が問題あるのっていう。確かに問題ない。だけど、俺はね、他のサイトに移った時とかバレるから嫌なの。要はね、ニコ生時代に、水増しツール使ってる人いっぱいいたのよ。コメント水増しツールって言って、バーってランキングトップにいるんだけど、もう実態は10人ぐらいしか配信し、リスナーさんがいないのよ。何の意味もないんだよね。で、実際他のサイトに移って、ふわっち来たりしても、ずっと埋もれてるの。そういう人いっぱいいるのね。はい、みんなこんにちは。あ、マイネーだ。久しぶりだね。はい、サムネ変えた？
なんかイケイケな感じが似合うね、マイネーは。うん、俺はドレさん。あとね、ツバニャンがね、ちょっと臭いなと思ってるね。俺はドレさんに関しては確信がある。うん、要はね、コメントが少なすぎるんだよ、いくらなんでも。1枠2000円で数百アクティブ閲覧水増し、それ以上料金払うと1000以上も可能。可能だろうね。要は IP 複数アカウントを作ってバーって IP で、要はその放送に集まるようにするの。要はね、コメントとのバランスが取れないんですよ、閲覧がどんだけ増えても。ドレさんは昔から200ぐらい、要は俺と同じぐらいのリスナーしか抱えてないよっていうことは俺言ってたの。だけど別にリスナーさんが勝手にやってる分にはいいんじゃない、まあ確かにっていう。うん、だから俺は水増しツールは本人のためにはならないと思ってるの。配信者本人のためにはならないけど、別に周りが勝手にやってる分には応援の形だからいいんじゃないっていうのは俺は一理あると思ってる。伝説の末端さんいらっしゃい。あのね、水増しなんかしたって見え張ってんのと一緒だから何もなんないんだよ結局。いや、わかんない、4時間で2000円なのかな。1枠って30分のことだから、1枠2000円だから4時間で4000円かな、4000円じゃない？うん。まあだけど、俺はちょっとふわっちに関してなんで問題があるかっていうと、リスワンとか取れちゃうでしょ。要は金が絡むわけじゃん。要はこの日リスワン取りたいな、じゃあサソリンさんに頼んだらって、それって明らかにリスナーさんを騙す行為なんだよ。そうそうそう、マンスリー。マンスリーはね、アイテム飛んだ数だから関係ないかな。うん。アイワード2。だから関係ないと思う。まあ水増しても花火上がんないけど、花火が上がる確率は上がるから。から閲覧は欲しいんだよ、やっぱり。でも、なんか俺はね、そういうね、その、まあいつも語るけど、スポーツマンシップがないとかそういうの嫌いなんだよ。だから今回の件についてはそんな感じかな、水増しの件に関しては。4時間で8000円 ?1 枠2000円か。1枠2000円1枠2000円だったら、1時間4000円じゃん。うん、いやだからリスナーさん、お金持ってるリスナーさんが払ってんじゃないの。でもね、あの水増しツールはね、途中から出てきたっていうのは感じてたので、ドルさんが伸びたタイミングとビタビタなんだよ。あの要はふわっちの場が荒れ始めた、要はね、ニコ生勢が入ってきた時の。いや、ニコ生ってそういうツールを開発する人っていっぱいいるから、ニコ生勢が入ってきたタイミングでそうなったなっていうのは俺は感じてた前から。それまでね、正当な評価だったよ。だね、それはね、ふわっちは規制するべきなんだろうけど、泳がしたいっていうのもあるよ。要はサイト自体が盛り上がってるように見えるから。もっと言おうか、ツイキャスなんか水増しだらけだよ、はっきり言うよ。ツイキャスは本当に水増しだらけ。うん、謝んないで立花さん。ヤオリンゴさん、バーガーありがとう。どれ、アフリカ大手って言ってる。あ、そうなの。いや、よくわかんないよ。うん、俺アフリカ TV 全然わかんないからさ。でもなんかあれでしょ、座談会とかよく呼ばれてたんでしょ。あとね、ちょっとね、配信に関してルールを変更します。俺昨日の放送結構きっかけなんだけど、見せてあげるよ、雑談っていうのが何なのか、生放送っていうのが何なのか見せてあげるよ。1年間ずーっとね、ちょっとぬるーく休暇を取ってたんだけど、ちょっとね、やってやろうかと。和道っていう配信者、はっきり言うよ、2割ぐらいの力でずっと徐行運転してたの。もう3年間ニコ生疲れたから、俺はちょっとごめん休ませてって言って、うん、だけど、ちょっと見せてあげるよ、雑談っていうのが何なのか、ニコ生の本当のストロングスタイルっていうのをちょっと持ち込もうかなと思って、ちょっとやる気になってます、配信のこと。なのでぜひぜひ皆さん応援よろしくお願いします。はい、配信スタイルガラッと変えるから、もうニコ生のストロングスタイル持ち込むから。もう分かったと、もうニコ生やりたいのねって、ならいいよ、乗っかってあげるよって、俺の負けでいいよって、うん、ただ俺これでニコ生やったら強いよって、そっちでバリバリやってたんだから、そこで名を上げてんだから。だからはっきり言います、多分ね、荒れると思う今後。俺の放送は、今後俺の放送荒れます。俺が思うにコレコレのトップの突出すぎなのとかある、他と比べて。いや、あのね、トップ、ツイキャスってね、トップ25から上ぐらいってね、閲覧の桁が全然違うんだよ。だってさ、ヒカルくんとかさ、金梅さんとかってさ、もう深夜庁とかって同じ固定のリスナー抱えてんのに3倍ぐらいになるでしょ。ありえる？冷静に考えて。
金梅さんこっちでは1000固定とかだけど、向こうだと8000とかいくでしょ。8倍も抱えてると思う、リスナー。絶対おかしいよ。金梅さんは水増ししてるとかじゃなくて、運営がやってる、多分。ツイキャスは運営がやってるね。俺はね、もうね、決めた。クラシックスタイルで今後やっていく。結構吹っ切れたよ、放送に関して。開き直った。面白いものをこれから見ていくよ。アクティブ15000どうなんだろうね。いや、わかんない。俺コロコロさんの放送見たことないから。でもね、俺ははっきり言って水増しを俺自身は使うことないね。意味がないから。人に見てもらって、人から花火をもらいたい、有名になりたい、ツイッターもフォローしてもらいたい、 YouTube も登録してもらいたいのが目的でやってるんですよ、俺の場合は。だから架空の見栄を張ったところで餌巻きでしょ。要は餌を巻いてさ、そっから釣り上げようっていう話だ。俺はやらない、もう断言します。水増しはやりません、僕。意味がない。血が通ってないから意味ないから。むしろそういうの大嫌いなんだよ。お、なんだこれ、ワンコだ、かわいい。ここ掘れワンワン、ありがとう。何これ、ここ掘れワンワン、新しいアイテム。ドッグアイテム、ありがとうございます。ドッグアイテムありがとう。誰だろう、すげえ3000円じゃん、ありがとう。小判もありがとう。いや、ギターで閲覧も下げない。ていうかギターぶっ壊した、ギター弾けない。最近弾いてないでしょ。この前ね、ギターじゃんね、叩いたらぶっ壊れちゃったから、ギターもやめる。プライベートでやる。ありがとうございます。アイテムじゃんじゃんください。アメリカ行きたいんで。吹っ切れたね。いろいろ昨日すごい哲学的なまた妄想をしたのよ。今後リスナーさんとどうやって向き合っていくかとかで、俺はね、一個悟りを得たね。悟りを得た。昔持ってたものだったんだけど取り戻したよ。これから俺は断言するよ。俺普段こういうこと言わないでしょ。断言するよ。客観的に申し上げましょう。閲覧500キープするでしょ、半年後俺は。はい、解放こんにちは。前世紀の俺の動きを見せてあげるよ。楽しみにしといて。今までの徐行運転とは全然違うから。喋りに全振りするから。解放アイテムありがとうね。やっぱね、配信がね、好きだわ。もう、突き詰めるところ。配信がすごい好き。あれはね、やめちゃったんだよね、リアトズ1万人旅は。1万人旅はやめちゃった。あれはいい企画だと思ったんだけど、やっぱりその、家族っていうか、俺はのんちゃん大好きだし、のんちゃんのメンタルが、のんちゃんをいじめたくないのね。だから、のんちゃんが逆に見たいっていうかね、やろうって思ったら、俺は旅だと思ってるけど。いいんだよ、面白いことはいくらでもできるから。まあそれは申し訳ないよね、やるっつってできなかったから。でも正直俺はね、のんちゃんと一緒にいて、のんちゃんのこと大事にしたいから。のんちゃんが減らっちゃうからね。悪いけど俺はプライベート取ったね。おい、マチルダお疲れ。ああ、わかる、吹っ切れたんだよね、ちょっと。マチルダいらっしゃい。バーガーありがとう。吹っ切れたね、ちょっと。はい、ワドツ。引退ではないよ。継続は力なりだけどね、ただダラダラやっててもダメなんですよ。継続は本当に力なりっていうのは俺信じてるし、全くその通りだと思ってるんだけど、やっぱりね、密度なんだよね、継続と。それは最近感じるな、すごく。密度が濃くて継続をしていかないと、やっぱりダメなんだよね。ダラ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 続けるっていうのも、1年間やってきたけど、正直ダラダラやった。パリッとしてる。寝起きだよ、でも。でもね、ちょっとね、勇気をもらえたんだよね。リスナーさんから。俺は。やっぱりね、気づかせてくれるの、いつもリスナーさんなんだよ。原点に帰ろうと思って。
いろいろ、その、本気で、今まで発言してたの、本気で、本音で言ってたの。だけど、プロとしてやろうと思って。にゃこはどつ、バガありがとう。俺はね、波平さん多分引退する勇気ないよ。もしもし？もしもし？おはよう。あの、昨日、おはよう。ね、おはよう。おはようございます。うん、おはよう。配信や。うん、配信かね、俺は。おはよう。おはよう。ね、昨日ね、うん。何してたの？昨日何してた？どういうこと？夜なんかうんこ拾うとか言って。あ、うんこ拾ってたんだよ、夜。なんで？うんこを5個2時間以内に拾ったら5万円くれるってリスナーさんが言ってた。うん、そう、拾えた。うんこ9個拾ったね、結局。で、5万円もらった。うんとね、ゴールに間に合わなかったから1万円参加料の1万円だけもらったよ。1万円もらった。もらったよ。うん、どうやってもらった？いや、現金で。これ直接言った。直接っていうか、俺は会ったことない人なんだけど、うん、茂みとかに隠してくれる人なの。空き缶の中に1万円入れてここに置いといたよっていう人なの。うん、うん。どこでもらったん？東京で。どこの空き缶で？空き缶じゃない、フリスクの缶に入ってたの。この見せてよそれ。いや、見せてるよ、生放送で見せてるよ。え、嘘ついてないって。本当だって。そんなことで嘘ついてもしょうがない。タイムシフト見ればいいじゃん。うん、何でも金のためやと何でもするんやな。当たり前じゃん、飯食いたくてやってんだもん。金のために何、金のために行動して何が悪いんだよ。ちょっと恥ずかしいと思うよ。恥ずかしくないよ全然。みんな喜んでて面白いって、放送が面白いっつって支援者が集まって、何が悪いんだよ。誠、悔しいだけなんじゃないの？リスナーのラジコンや。ラジコンではないよ。金があったら何もするってわけじゃないよ。断る企画は断ってるから。何？全然ラジコンじゃないよな。金を得ることが何が悪いんだよ。そんなんさ、金を得てる配信者が羨ましいとしか思えないよ。クールだよね、すごい。朝方なのに閲覧220とか集まってさ、みんな楽しかったわっつってゲラゲラ笑ってさ、俺も金もらってすげえ寒かったけど、うん、いや、ありがたいよ。だってみんなの身銭だぜ。一生懸命働いてる人がアイテム投げてくれてんだよ。だってさ、俺人にお金をあげる余裕ないけど、まあ、例えば後輩にご飯をおごったりとか、アイテムあげないけどリアトした時お小遣い渡したりとかするの、俺も。でも俺ですらさ、一生懸命働いた金だからさ、こいつだって思わない人にはアイテムなんか投げたくないもん、うん、一生懸命みんな働いてさ、でそれで何が悪いんだろうね。資本主義の否定がしたいのかな。俺はお金を得ることは大事なことだと思ってるから、価値がないものにお金はいかないよ。すごいいい企画だったよね。しかも後で教えてくれたんだけど、その前に俺が例え話をしたのよ。5年前その手に入れたかったリンゴがあると。でリンゴを実際手に入れたらそれはうんこだったって話をしたのね。っていう話が元ネタなんだって、そのスポンサーさん。いや、ワド、うんこの話してたから、なんか、お前、うんこ拾いに行けと。なんか、それは結構粋だと思ったよ。なんか、ずっとロムっててくれたらしくて、すげえなんか、ちょっと嬉しかったんだよ。なんか、まさになんかこう、リスナーと配信者が、みんなで、一個の番組作るっていう、いい企画だったと思うけどね。その内容が良かったかとかじゃなくて、なんか、リスナーさんと噛み合ったって感じがしたけどね、俺は。まあ、すげえ良かった、それが。なんかこう、一緒に楽しもうぜっていう遊びの感覚が最高に好きだから、もっともっと遊んでいきたいし。いや、俺も思った。ツイッター今日消そうかなとか思って。食事中の人とかもいるから、モザイクかけたりしても伝わらないし、ちょっとね、あれは画像消そうかどうか迷ってるんだよね。以上ね、不正がなかったよっていうことで証拠を集めないといけなかったから、結構ガチで拾った感じ、ね、
あそこにいいねボタンを押してるやつは本物のリスナーでしょ。6人いるね。エンマさんお疲れ様です。楽しんでってください。お疲れ。いや、金を稼ぐことが悪だとかさ、こう、金をさ、もらうことが悪だって考えてる人って日本人多いような気がすんの。俺は、なんか、それって近代化の否定でもあるし、資本主義の否定でもあるから、なんか、その考え方って現代に合ってねえんじゃねえかな、みたいな。悪いことをして金稼ぐのはダメだけど、お金は基本的に稼げば稼ぐほど社会貢献になってるっていうのが俺の考え方だから、金持ちほど偉いと思ってるけどね、普通にやって。あのね一応ね、放送の方ではそんなにがっつり映ってないね。うんこは放送の方にはうんこはあんまり映してないっす。ただ食事中の人とかもいるからね。だからすげえ盛り上がったよ、カズ。多分カズがめちゃめちゃ好きな曲だよ、外配信だから。おい、エンマさん、風船ありがとう。アイテムありがとね。アンコロさん、お疲れ。昨日の配信、運転しながら待てました。ながら待てました。運転してたから潜ってた。あ、運転中だったんだ。あ、見てましたね。運転しながら見てましたね。はいはいはい。結構面白かったよね。エキサイティングがうんこ。あれはでもなんか32歳でこううんこを探しに行くとは思わなかったから。っていうかね、うんこよりもね、うんこを探すのが辛いとかじゃなくてね、寒さがきつかったね。マイナス1度とかだったんだよね。世の中俺は金持ったもん勝ちだとは思わないけど、金持ちに対するリスペクトは持たないダメだと思ってるね。金が全てだとも思わないし、金持ったら勝ちだとも思わない。ただ、金を持ってる人は俺よりもでかいことをやったりとか、社会貢献をしたから金が入ってるわけですよ。だからリスペクトは持ってる。俺よりもすげえやつなんだっていう。単純にでかいことをやってる、すげえことをやってる、幸せにしてる人が多い。俺はそう考えます。いや、リアルでしょ。いいねボタン押してね。リアルうんこだからね。怖くなって逃げちゃった。あー、俺の本気が怖かったんだ、カズ。いや、ちょっときついね、ここ1週間ね。その前の週はね、あったかくてすげえ心地よかったんだけど、なんか地球がめちゃくちゃになってるよ。地球がめちゃくちゃになってる。なんか寒さが異常。本当になんか寒い、最近は。おい、せいちゃん、こんにちは。いや、うんこ見つけて、だってうんこ1個見つけたら1万円だぜ。私はボランティア精神ないので結構ダメな人間扱い。あのね、ボランティアって実は経済的にすごく良くないことなんだよ。ボランティアってダメなんだよ。寄付とかボランティアってあんまり良くないの。経済が回らないの。だから経済のロジック知ってる人はね、本当に金持ちになって多額のボランティアだったら意味があるんだけど、無料で何かをすることはいいことだっていうのはね、考え方改めた方がいいよ。もうそんなことやってるから経済が停滞していくんだもん。金はバンバン使った方がいいし、回った方がいいの。そうすれば日本がどんどんでかくなるし、今抱えてる問題がどん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 解決していくの。お金使うのがいいことだって考えないとダメ。お金を貯めたり使わないことが正義だと思ってるのは間違い。要は、石野が言ってたのは、テイクマネー、ペイマネーかな。配ることもいいことなんだ。お金を使うことも善なんだっていう考え方があるのね。お金使うのもいいこと。お金使う人間を褒めましょう。バンバン使えって。なんでかっていうと、そこに勤めてる人っていうの、雇用が生まれるから。筋トレのいい方法ですか？筋トレのいい方法。俺はね、筋トレ一切してないんですよ。今回の捨て頃のトレーニングに関しては。で、筋肉のトレーニングっていうのはパワーを上げる。要は重たいものを重量をこう上げたりとか、こう見てかっこいい体を作るっていうのが目的なんだけど、筋トレは俺できてないね。全部その自重トレーニングとか体幹トレーニングとか瞬発力とか、そう、スポーツ的にやってるから。で、インナーマッスルを鍛えることをやってるのね。
だから筋トレをもしかっこいい筋肉をつけるのを知りたかったらね、ドレさんがいいと思うよ。ドレさんはほら、もう胸筋ばっかだしさ、整った体してるでしょ。ああいう体になりたいんだったらドレさんの方行った方がいいと思う。俺は筋トレ全然やってない。俺はね、身長170だよ。57キロか。あー、なるほど。痩せ型の体質なんだ。実を言うと俺、すぐデブになるでしょ。デブになる人ほど筋肉ってつきやすいの。だからね、多分ね、食べても太らないか食べてない人なんですよ。で、筋トレの理論っていうのは簡単で、筋肉を、筋トレってみんなこうやってやるでしょ、ダンベルとかで。これは筋肉の繊維を破壊してるの、簡単に言うと。細い紐を切ってるの、ピッピッピッって。筋肉痛っていうのは筋肉の繊維が切れてるから痛いの、あれ。で、今度2日間の間に休むっていうことと食事をとるっていう。だから筋トレ1、食事1、休憩が1、このバランスが整ってないと筋肉は肥大しないって言われてんの。だからね、いくら筋トレやってもダメですよ。食べることと休憩することが正しいやり方だから、まず食うことを覚えた方がいいかもしれない。筋トレ多分やってるんだと思うけど、なんでか筋肉、多分ね、ボクサーみたいに細い筋肉になるんだと思う。あれはあれで使える筋肉なんだよ、本当は。イチローとかもそうでしょ。体細いけどホームランバンバン打てるでしょ。ありがとう、カルン。いつもありがとうね。花火ありがとう。いらっしゃい。俺ね、米ね、2合ぐらい食うかな、1食。今、1食2合。で、普通の時はね、1合とか。米はね、でもね、筋肉にならないから、米は別に食わなくてもいい。米は脂肪に変わるんですよ、糖分だから。だから、肉、野菜、ビタミンとか、要はね、米って砂糖と一緒なのね、実は。砂糖に食物繊維がついてるだけだから、エネルギー源なだけなの。1日6合ではないね。2食だから4合ぐらい食うね、俺は。でも、おかずをとんでもなく食べてる、今。そうそう、ぶっ壊して、そう、くっつく。要は栄養を取るじゃん。まず筋トレで筋肉の線をぶっ壊す。食事で栄養源を取る。で、休憩したり寝てるったりしてる時にくっつくんですよ。で、くっついた時になぜか太くなるっていう原理なの。これ超回復って言うんだけど。まあ、その学会では超回復理論間違ってんじゃないかって言われてるけど、でも一応なんつうの、筋トレの今の常識としては、壊す、食べる、休んだ時にくっつく、くっついた時に太くなる。これをひたすら繰り返すっていう。だから今度、どんどん負荷が上がっていくと、筋肉の線が太くなってからパワーがつくじゃん。だから、さらに重たいもの、いや、ギリギリ筋肉をどうやって壊すかって話なんだよ。俺は格闘家ではないや、アマチュアボクサー。アマチュアボクサー。ね、この人、ユータさんなんてすごい体してるじゃん。こういう人に聞くべきだよ。俺は全然筋トレとかやってないから。俺にき、あのね、要はね、もちやもちやって言うじゃん。もちはもちやって。やっぱね、体整ってる人とか、そういう人の本読むべきだよ。マサトみたいな体になりたいと思ったら、マサトの本読むべきなんだよ。知り合いにいる筋肉すごい人から教わるべき。俺はそういうふうに考えてる。この人みたいになりたいと思ったら、その人から教えてもらうっていう。その人のエッセンスを取り入れるね。結果を出してる人から。俺は別に筋肉すごくないから。太りやすい人がね、筋肉つきやすいっていうのは簡単。なぜ太りやすいのかっていうと、食べた時に吸収量が早いから脂肪が膨らむんですよ。だから、実は、ボディービルダーってプロレスラーみたいに太ってるんだよ、普段。え、こんなにデブなのって思うよ。で、バンバンに太るの。格闘家とかもデブ多いの。で、試合前になるとギューって脂肪だけ取るの。脂肪を燃焼させて筋肉だけにするの。だからあんなすごい体になるの。1日米1合はちょっと少ないかもしれないね。米は太るよ。体重はね、俺今75キロ。身長170の体重75。頑張れよ、ありがとだから、食う、運動する、寝る。もうシンプルだよ。食って、がむしゃらに食って、がむしゃらに汗かいて、追い込んで、もうゆっくり寝る、ゆっくり休憩する、温泉行く。そういう感じ。え、IJT 今日なの？ IJT 今日なの？マジで？今日？あ、いや、俺チケット持ってないから、今日だったんだ。
知らなかった。日程知らなかった。2月とかだと思ってた。お米とパンはどちらが痩せますか？人によるんじゃないの。あと、その、日本人は米の消化率が高いようにできてるから。うん。明日で終わりたんだ。行かないかもしんない。うん。バカありがとう、カムさん。いつもありがとうね。田中さんいらっしゃい。県外になったのはお前に落ち度はない。いや、あるでしょ。マンスリーランキング俺県外になっちゃったんだけど、どうなんだろうな。要はさ、花火がもらえないっていうことは面白くないってことでしょ。俺に価値がないってことでしょ。要は、トップ150人は俺より価値のある人だからしょうがねえよ。もう受け入れるしかないでしょ。うん、俺が面白くないとか俺に価値がないってことだから、頑張るよ。トップの方に行けるように。まあ現実は受け入れよ。俺に価値はない今現在。まあ見てて、まあ見ててよ、うん、もうあのねえ、こう死んだ犬をさ蹴落とすような真似しないでもう死んだ犬でしょ死んだ犬蹴っ飛ばしても気分悪いだけでしょ。俺は死んだ犬だから。いや価値ないよ。だからアイテム飛んでねえんだから、ここは認めないと。俺よりも150人の人は価値が高いんだよ。これ現実だから。うん。現実だから、これは。いや、だから、結局でもさ、150人に負けてるの現実なんだよ。県外はひどい。まあ、しょうがねえよ。うん。頑張るよ。面白くなるように。もっとみんながアイテム投げたくなるような配信作るよ。うん、まあまあ、見てて。うん。まあ、見ててよ。死んだ犬が生き返るからフェニックスだから。フェニックス、アイテムタイムやめたね。うん、アイテムタイムやめた。いろいろ試してたけどね。シャックいらっしゃい。マウイさんいらっしゃい。あれだよ、シャックなんかすごい筋肉でっかくしてるよ。特に胸筋と肩と腕の太さ、腕が特にすごかったけど、シャックなんかあれだよ、ダイエットっていうか筋トレすごいから、半年ぐらいでね、すごいビルドアップして、腕回り40とかじゃなかったかな。はい、ソソワドツーいらっしゃい。多分ね、もう賛否両論飛び交うようなね、もう本当にね、今後場が荒れてくると思う、俺の放送は。はっきり断言しておく。今後俺の放送は荒れる。今、バンプアップで 45! やるじゃん。うん、やるじゃん。アキッサさん引退はしないよ。うん。アイテムタイムは復活しないね。アイテムじゃんじゃん投げてくれ。アイテムじゃんじゃん投げてくれ。投げたい時に。うん。全部受け取るから。アイテムタイムやめる。もうアイテムは常にもらいたいから。24時間アイテムタイムだわ。配信スタイル変えるっていうかね、元に戻す。うん。一年間休ませてって言って、ふわっちに来てずっと言ってたの。まあ知ってる人は知ってると思うけど、ちょっと手抜かせてくれって。もうこのままじゃ壊れちゃうよ、つって、うん。本気でやる。要は昔のスタイルに戻す、配信を。そう。最も得意だけど、そう、一回疲れちゃったのね。3年間それで突っ走ってきたから。バカありがとう。うん。ただ、その、ぬるい配信が好きだった人は、ちょっと変わったっていうかもしれないね。ぬるい配信が好きな人は、和道さんまったりが良かったのにって言っちゃうかもしれないけど、もうまったり期間終わり。うん、俺は吹っ切れた。うん、そうっすね。うん、でもまあまあまあ、本当に、いろんなね、いい経験もいい出会いもあったから、俺は次のステージ行くよ。昨日ね、悟りを得たから、もう完全に吹っ切れた。分かってたんだけどね、やる気にならなかったのよ。うん、そうだね、死ぬ気でやるっていうね、本気でやるっていうのは基本だからね。だいたいね、3年休んで3年やって3年休んでっていう生活だから。あ、嬉しいね、どんな配信でも受け入れるって、ありがとう。ただ閲覧は増えていくと思うよ。尖るわけじゃないね、とがるわけじゃなくてね、一個のね、なんかね、こう、とあるね、リスナーさんの一言が俺を変えたんだよね。
とあるリスナーさんの一言が俺を変えて、気づきをもらったんだよね。すごく響いたんだよね、たった一個のコメントが。言葉、俺は言葉遣い、言霊遣いって呼んでんだけど、言葉ってね、ダメなのよ。言葉には何の意味がない、何の意味もない。言葉は嘘をつけるっていうかね、隠したり綺麗にしたりとか、偽ったりとか、いろんなことができるの。言葉は本質的じゃないんだよ。あくまでその自分の心の中にあるものをみんなに伝えるためのツールでしかない、言葉は。だから言葉じゃなくて本気でいく、心根でいくよ俺は。そう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 、別に猫かぶってたわけじゃないんだよ。もう嫌気がさしてたの俺は。今自暴自棄になってたのよ。もうそのうまくいかなくてさ、でもちょっと吹っ切れることがあったんだよね。まあその答えはね、どっかに自分の中で分かってた部分があったんだけど、なんて言うんだろう、そっから逃げてたのかな、どうなんだろうね。シンプルな話、やることは一個しかねえなって話したんだよ。もんちゃん後ろで寝てるよ今。寝てる寝てる。せやかさんありがとう、頑張るよ。たった一個のコメントで人間を壊すこともできれば、たった一個のコメントで人間を救うこともできるからね。それが嫌というほど分かったよ。要は恋愛に近いよね。ありがとうアンコロさん、バーガー。恋愛にすごく近くて、女の人って勘がいいからさ、言葉が巧みな男が好きなわけじゃないんだよね。やっぱさ、本気で好きかどうか見抜くじゃん、女の人って。目とかさ、態度とか、雰囲気とか、声の張りとかで。なんてコメントが響いたのかは、秘密。俺とそのリスナーさんの共有、あえて言うことじゃないから。コメントね、そのコメントっていうわけじゃないんだよね。要は愛があったんだよ、愛が。要はね、その、貶めようとか傷つけようとかアドバイスしようとかじゃないの。俺は和道のことが本気で好きだっていうのが伝わるコメントがあったんだよね。そう。そこに乗っかろうかなと思って。あとその配信がやっぱり好きだなっていうことに気づけたんだよね。多分これは一生続くゲームだろうから、俺が多分死ぬまでやることになるだろうゲームだから、まあこっから逃げても意味ないなと思って。要はね、言葉っていうのはね、なんか難しかったりうまく伝わらなかったりするけどね、心がこもってると伝わるんだよ。いや別に大して変わる問題じゃないけど、その一番大事なね、心の問題だから、これが一番ねやっぱね効くんだよ。まあ目に見える形で言ったら閲覧が増えるでしょ、コメント欄も走るようになると思う。ただそれだけ。何が変わったのって、何も変わってないじゃんって言うかもしれないけど、俺の中ではその何かを受け入れるっていうことができるようになってるから今、それは結構でかいことなんだよね。あとそのなぜその配信をやりたかったのかとか、初心に気づけたの。なんで俺はこの言論活動をやろうと思ったのか、なんで配信者表現者になろうと思ったのかっていう初心に変えれたんだよね、すごく。初心に、な、初心取り戻したからでかいよ。そう、原点回帰。やっぱ初心忘れるべからずって本当だよね。初心にすべて言動、なんつうんだろう。
原点があるから、わあすごいね、メガホン200個ありがとう。大変だったでしょ200個集めるの。ありがとねさやちゃん。配信あまりやらなくなるってことですか。あんまり考えてないかな、そこは。あんまり頻度を減らすとか、要はね、今までやろうとしてたのがいかに小手先だったかっていうことなんだよ。いやアイテムタイムであったりとか、その放送時間が短くなってるだの長くなってるだのとか、スタイルがどうなのかって側の部分じゃん。もっと根本的な部分かな。つけたら回したら喋る、で言いたいこと言う、向き合う、本気で話す、もうすごい大事な、その配信者として一番大事なもの。むしろそれさえ強ければ側なんてどうでもいいみたいな部分、配信が好きだとか、そういう感じかな。もう極端な話言うとね、もうね、正直言ってね、結構ね、配信やるのがしんどくなってた部分ってあったの。だけど、その、なんていうのかな、例えばその何を言っても信じてもらえなかったりとか、上げ足取られたりとか、もう、なんつうんだろう、やりがいがなかったり、アイテムが飛ばなかったりとか、閲覧がどんだけ増えても何もならないとか、もう、そういうめんどくせえもいいやって。そこじゃなかったわっていう。そう、ニコ生でやってた時、俺単純に放送が好きだったから飯を食いたいと思ったの。これを極めたいと思ったの。そこに戻ったの。好きだからやってんだよって。何が悪いんだよっていう。そう。だから、開き直りに近いかな。すごい。開き直り、やさぐれてるわけじゃないんだけど、その、気づきがあったんだよね。ええわ。食えなくてもやってやるわって もうどうせ3年間食えてやってなかったんだから何も怖いもんねえわみたいな、どうせ死ぬんだから、いつか死ぬんだからさ、今を楽しもうと思って。金は後からついてくるっていうかね、もう金は気持ちだからコントロールできないっていうこと、もうほん誰でも分かることなんだけど、俺は金を得るためにコントロールをしようとしてたのよ。収入を上げるためのずっと。もうね、リスナー信じる無理1年間かけてリスナーさんのアイテムが上がるようにもがいてきたけど、もう俺の仕事じゃねえ。結論言う、収入は君たちに任せるわ。君たちを信じる。俺は喋る方に特化する。以上。みんなをもてなすよ。本気で喋るよ。楽しませるよ。で、それで結果投げてくれなかったら俺はみんなと一緒に死ぬって決めたの。鮫島さんに和道さんが水増ししてるって言われました。いいんじゃない？別に水増ししようがしてまいが。水増しで170人とかしないでしょ。俺、シルバーアクセサリー作ってるとき、水増しさ、60人とかの閲覧なの。水増しやるんだったら、500人とかにするんだけど。最低でもトップ3に入るぐらいにするんだけど、なんで10位ぐらいをうろついてるようなさ、配信やってるやつが水増ししてるって言うんだろうね。吉野ってあれでしょ？ FC2 のあれでしょ？吉野でしょ？あの、大分の吉野でしょ？元気なのかな？知らない。知らないよ。人のことなんかわかんないよ。ここにいる人だったらさ、わかるけど、もう縁が切れてる人は縁がなかったわけだから。ブロックされちゃったの。いいんじゃない？別に。水増しは俺はクソだせえと思ってるけど、俺は絶対水増しなんかやらないし、水増しでね、
あの閲覧集めて、それこそ詐欺だと思ってるから、それこそ詐欺だと思ってるから、俺証明してあげるよ。水増しじゃないの、今170人いるでしょ。皆さん手挙げてください。ロムセンさんも協力して、のって書いて、カタカナでのって書いてください。これで大体ね、バーって手が上がるから、うん、大体それの割合で、あの水増しかどうか分かるんだよ。手挙げて、みんな水増しじゃないの証明して、うん、いっぱいいるでしょ。うちはロムセン多いの。でも大体コメント欄と閲覧見たら大体分かる、うん、水増しツール使ってるなって。これで分かるでしょ。うちはロム線多いんですよ。これいっぱいいるでしょ。いっぱいいるでしょ。まあ大体ね、それでも手挙げてっつっても本当のロム線さんっているから、あとそのアカウントを持ってなくて見てる人もいるから、いるでしょ。水増しじゃないのもうこれで一発でね、これやらせたら大体分かるよ。5年もやってんだから、そんな恥ずかしいことしねえよ。水増しなんか配信者で最も愚かなことだよ。水増しツール使うっていうのは、要は桜でしょ。本質的な、本質的じゃないの、俺大嫌いなんだよ。要は桜を並ばせてさ、何百人もさ、でテレビに放映してさ、うちの店儲かってるって見え張ろうってことだ、新規の客騙そうってことだ。そんな店うまくいくわけねえよ。うん、そんな店うまくいくわけない。本当に評判にならないかもしんないけどね、小さな店かもしんないけど、行列ができてる店とか、口数は少ないかもしんないけど、その店を愛してくれてる人を集めるのが商売ってもんでしょ。俺はね、労働だと思ってるよ、正直言うと。いつも話してるけど、仕事なんだよ俺にとっては。遊びを仕事に変えるっていうのが子供の頃からの夢だったの。遊びで金を稼ぐっていう、ワクワクすることで金を稼ぐって、それが俺のスタイルなの。だからその俺はね、子供の頃、お父さんがまだいた頃、小学1年生か2年生ぐらいの時に、満員電車でお父さんと乗ってた時に、お父さんに聞いたの。なんで大人ってみんな通勤ラッシュの時暗い顔してるのって。この人たちなんでこんなにその嫌そうな顔して電車に乗ってるのって。そしたら親父が言ったの。全員奴隷だからだよって。奴隷は嫌だろって。まあ親父も親父で物言いがはっきりしてる人だから、スパッと言ってくれて、そう、やりたいことがない人間、やりたいことができない人間っていうのは奴隷になるしかないんだよって。でお前はこうなりたくないんだったら好きなことを見つけろ、見つけたら一生懸命やれって、うん、そういう風に言われた。シルバーリング作ってるよ、うん、だから俺はそのやりたくないことをいやいややる人間にはなりたくなかったのね。貧乏でもいいからキラキラしてる人間になりたかったの、うん、だからその俺はむしろ最もこれは労働として一番尊いことだと思ってて、全人類がやりたいことやっていいと思ってるから。リング、まあ仮で作ってるのしかないけどね。今ちょっと今度スタジオに行って新しく作るんだけど、これテスト版のリングだね、うん、テスト版のリング、女性の6号とか7号とかのサイズで、もっとシェイプして細くしないといけないんだけど、女性用だから、うん、こういうのは作ってますね。シンプルなリングだよ、婚約指輪をデザインだから。まあツイッターとかに上がってますよ、ひよこさん。ツイッター見てみてください。結局金。俺は金も、うん、俺が配信やってる理由はシンプルだよ。有名になりたい。ちやほやされたい。お金が欲しい。うん。何が悪いんだよ。何が悪いんだよ。金が欲しいさ。閲覧も欲しい。ちやほやされたい。何が悪いんだよ。みんなそうだろ？みんなそうじゃないの？俺はそうだよ。ああ、リング？リング高いよ、うち。うちは高いよ。うん、高くても俺が作ったリングが欲しかったら問い合わせちょうだい。はっきり言ってうちは高いよ、ひよこさん。なんでかっていうと、なんつうのかな、そのオーダーで作るから、原型から作るから高くなっちゃうの。1個とかだと割高。普通さ、ショップとかで売ってるこういうリングっていうのは、この型を作ってさ、大量生産して100個とか1000個とか作って、その価格を下げてるのよ。だからね、安く作ることができるんだけど、うちは1個1個オーダー制だから、ちょっと高いんだよね。
割高でもいいから、俺の作ったリンゴ欲しいっていう人は問い合わせちょうだい。値段によってそのどういうものができるのかっていうのは見積もり出せるから。まあシルバーだけじゃなくて金プラチナもいけるから、もう本当に高くてもいいから、いいものが欲しい、金とかプラチナで作ってくれって言われたらそれも対応できるよ。全然やるよ。もし欲しい人がいたら連絡ください。あとね、作り置きがないから、一個一個そのオーダーが入ってから作るから、時間はかかるね。半袖寒くないね。半袖、服着るのがあんまり好きじゃないですよ。半袖寒くないですよ。大丈夫です。半袖は寒くないね。作りたてほやほやっていうかね、もっと言うなら、一個一個の作品に対してちょっとね、ばらつきが出ちゃうんですよ、うちは。同じ型で作ったとしても、磨きの仕上げとかが、やっぱ手作業なのね。機械でやるでしょ、普通は。今、CAD って言って機械で作るから、全く同じものに近いものが作れるんだけど、手作業で作るもんね、ちょっとね、やっぱ商品によって表情っていうのが変わっちゃうんですよ。そういうのも受け入れてくれるんだったら全然作りますよ。それはもう手作りの宿命だからね。だから俺もね、この手作りの財布、これ5000円で買ったんだけど、ヘルツの財布。やっぱり商品何個か並べて、どれがいいですかって言われたもん。で、俺が一番キメの細かい革選んだんだけど、もうそれは好き好きだから。そうだね、ミリーさんいらっしゃい。設計から出来上がるまでどれくらいかかるの？ものによるとしか言いようがないんだけど、もし最短で作ってくれって言われても3週間かかる。どんだけ早く作ってくれって言っても3週間は絶対かかるね。っていうのも、この原型っていうのがあるんだけど、ワックスっていうものを掘り出して作るんだけど、簡単に言うと、これを削り出すの。で、これの形を整えるのがすごい時間がかかるのね。その代わり、その、世界で一個のものが作り出せるっていうのが売りだから。あとはさ、もうさ、難しいのがさ、シンプルなデザインでお願いしますって言っても、例えばリングって大まかに分けると2つあるんだけど、平打ちっていうさ、真っ平のリングと、あとね、こう丸って言って、半分こう切れ、中の部分が切れてて、外側丸くなってるリングと、こう丸っていうのよ。で、シンプルなリングお願いしますって言ってもさ、平打ちなのかこう丸なのかで作り方全然違かったりするの。で、ドクロを乗せるとか、ダイヤを入れるとかで工程が全然変わってくるのよ。だから、その、あなたの言うシンプルはどんなシンプルですかっていうのを取材することがすごい大事なんだよね。平打ちとかね、こう丸。まあ、例えば平打ち。これ平打ちのジャンルなんだけど、真っ平のリングの形状書。これ平打ちっていう感じなんだけど、平打ちだったらね、どれくらいだろうな。デザイン料、原型料、で、銀の価格。銀の価格は原価なんだけど、例えば、普通のリングだったら、原価が4000円ぐらいの、銀の値段が。4000円、5000円ぐらいで作れるの。プラス、原価4、5000円のデザイン料が2万もらってるから、2万5000円ぐらいかかっちゃう。1個だけ作るんだったら。例えばでも配信者のグッズで、例えばその金映えって彫ってあるリングを作って、これを20個欲しいと。20個欲しいって言われたらさ、その値段が変わる。安くなる。格段と。なんでかっていうと、銀の値段は変わんないけど、その、原型を1個で作るから2万5000円だけど、例えばその1万8000円で1個作るとか、1万6000円で1個作るとか、20個とかロットで買ってくれるとどんどん安くなる。私は夢があるのに行動を移せないからダメだ。和道さんはすごいよ。いや、逆だよ。普通の人は夢があるのに行動に移さないんだよ。普通は。行動に移すってことはリスクを取っちゃう人の。要はね、バカなんだよ。バカ。まあ、大体ね、1個の注文だったら、2万5000円だと思ってください。一番シンプルなやつで。ただ、その、うちの売りっていうのは、銀とか彫金師っていうジャンルなんだけど、30年間やってる人が、一緒にこのブランドを立ち上げてるから、なんだろう、芸能人のブライダルリングであったりとか、日本女子のバレエの婚約指輪とか作ってる人なのね。結婚する人とかで。なんか、もうとんでもなく腕のいい人がバックにいるから、物はいいですよ。物はいいです。それが売り。見る打ちって何だろう。見る打ちって何？
配信以外の仕事で今までやってたのは、もともと一番最初は音楽で飯食うって言ってたの、10代の頃は。で、思いっきり笑われて、で、19歳の時にはライブハウスの、店を経営してたの。で、そこで気づいて、経営の楽しさを。で、フリーペーパー作ったりとか、まあ、日本で初めての YouTuber になったりとか。俺、YouTuber って言葉がなくて、ポータルサイトの運営やってる感覚だったんだけど、今で言うとこの YouTuber の原型みたいなことをやってたの。で、それが終わって、ネットワークビジネスやって、ルームシェアのビジネスやって、ってやって。で、今に至らない。で、一番やりたいことが配信だったの。簡単に言うと。配信っていうわけじゃないんだけど、表現者になりたくて。で、まあ、シルバーもやりたいし、今、作業所って言って、障害者の方が働く場所を提供したりとか、いろんなことがやりたいのよ。150個夢があって。で、今ね、30個ぐらい叶ったのかな。あと120個あるんだよ。それをね、どん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 やっていこうと思ってる。あ、おっぱ部長、久しぶり。おはようございます。超久しぶりじゃない？おっぱ部長。元気だった？だから、なんだろう。やりたいとしたら、今やりたいことは、シルバーのショップ兼工場を作るっていうこと。ショップ兼工場を構えるっていうことと、あとは B 型作業所。B 型作業所に関しては500万が必要なのね。で、シルバーアクセサリーに関しては多分3000万ぐらい必要なのよ。まあもしね、投資したいっていう人いたら連絡ください。金のハエのリングとか作れる作れる。だから金梅さんのオリジナルグッズを作りたいっていうこととかも可能だから。うん。だから、配信者にはいいと思うよ。オリジナルのそのデザインの、リングをリスナーさん向けに販売するっていうことができるから。時間はね、まあしょうがないよ、有限だから。人生っていうのは限りがあるからさ、面白いわけであって。うん。死んだら終わりだからね。大体ね、俺みたいな人間が好き勝手生きたところで宇宙には何の影響もないから。たかだか100年で死ぬんだもん。言っても人類に影響を及ぼせるか及ぼせないかでしょ。うん。宇宙からしたら俺らなんかもう砂みたいなもんなんだから。たかだか何やったところで一生懸命ね、いいことをやっていく分には全然問題ないんだよ。好き勝手生きていいんだよ。人間が勝手に倫理観を持ってルールを決めて縛って。だから俺は誰かのルールで生きるつもりないから。自分で決めて自分が正しいと思ったルールで生きていこうと思ってるから。そうそうそう、好きなことやっていこうと思って。で、考えてる時間もったいないからただやるだけですよ。考えることも大事だけど、俺はよく言うんだけど、考えて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 考えることは大事。でも考えても答え出ない。そう。で、最後は行動。とことん考えて悩み抜いて答えが出なくて行動に移すって。このプロセスがすごい大事だと思ってる。考えないで行動するのはダメ。反省ができないから。ブラッシュアップもできないから。悟りには至らないんです。そう。考えて答えが出なくて行動に移した時になんかね、答えが出るんだよね。やっぱり答えは行動からもらえるっていうか、こう架空のさ、こう机上の空論、いや机の上でこう絵を描いてもダメなのよ。現実化はしないんだよ。でも机上の空論もすごく大事なの。机上の中でちゃんと妄想をしたり具現化していくっていうのもすごく大事なことなの。だからそのバランスだよね、バランス。やりたいことをやるために生きようぜ。泣いても笑っても一回しかない人生だから。絶対に一回しかない人生だからね。それをやらないっていうのはもったいないよ。なんかね、最近増えたよ、だいぶ。昔この時間だと30人ぐらいしかいなかったんで、1年ぐらい前だと。今6倍だからね、180人やってるし。もうね、昔はね、隙間の時間って言って、大手配信者がいない時間帯とかあったんだけど、もうここまでサイトがでかくなると無理だね。
もう、ラッキータイムが存在しなくなった。特にフワッチはさ、収入が得られるようになったから、働く必要がなくなったでしょ。だからね、もう好きな時間にやれるようになったから、もう本当に大変だよ。ゴールデンタイムは相変わらずの人気だけど、もうね、これからはね、どん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 リスナーの住み分けが進んでいくっていうか、戦国時代入ってきたね、だいぶ。いいことだよ、ライバルが多いっていうのは。その中で結果を出すやつがどんどん出てくるわけだから。配信のね、ゴールデンタイムは昔から言われてるのは、ニコ生のね、時間が正しい。夜の8時から夜中の1時までがゴールデンタイムの、ネットの。夜の8時と、から夜中の1時までのをゴールデンタイムっていう定義があって、この時間帯ので閲覧一番集められるやつが一番強いやつって言われてる。リスナーさんが一番集まる時間帯の、仕事もやってないし、その夜中が強いんだよね。夜の8時から1時の時間難しいって言われてる。で、11時から1時がさらに難しい時間なんだよ。だからもう本当に強い人じゃないと閲覧集めらんない。そこは普通避ける傾向にあるね。8時から1時っていうのは、その新参者は通用しない世界だから。朝方主戦場にしてたけど、だん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 閲覧もね、撮る配信者が増えてきたから厳しくなってきたよね。今日何曜日？金曜日か。実力がないとね、淘汰されるんですよ。金曜の夜っていう、そうだね。一番盛り上がるの金曜、土曜だね。金曜、土曜に企画をぶち込む人が多いでしょ。で、日曜日、月曜日はね、逆にね、閲覧集まんないの。金曜の夜、土曜の夜に、企画とか大きいものをぶち込むのが、まあ、セオリーって言われてるね。セオリー。金、土。まあ、ここで閲覧集められる人は本物でしょ。本物。今日の夜は、どうだろう？俺やるのかな？俺はまあマイペースにバンバンやっていくけどね。なんかうちのリスナーさんって独特なんだよ。リスナーの層が独特っていうのが、そう、配信全体が好きっていう人結構少ないの。ワド個人が好きで見てるっていう人結構多いのよ。だから他の配信あんまり興味ねえわとか、配信のなんか誰々がどうしたとかこうしたとかやらないでしょ、うち。もともとだからそう、固定のワドを見に来てるって感覚なんだよね。ふわっちをうろついてるっていうわけじゃなくて。でも結構ね、個性的なリスナーが集まってると思うよ。配信好きの人って普通転々とするから、いろんなところを。でしょ？すごい多いの。ワドを見に来てるっていう人が。それはね、なんでかっていうと、昔から戦略的にやってて、配信会のセオリーに乗っかってこなかったんだよ、俺が。誰々を叩くとか、誰々が悪いとか、誰々がいいとか、あんまりやらなかったの。昔から、宗教の話とか、ビジネスの話とか、こう、引き寄せの法則とか、なんかこう、尖ったコンテンツっていうのかな。そういうことをずっとやってたから。固定のリスナーを抱えてるんだよ。そこは結構強みだと思うよ。他の人と比べて。やっぱそれができないと今後生き残れないんだよね。いや、見てて寒いっていうのは、まあまあそういう言い方もあると思うんだけど、要はね、テレビ業界の人がタレントにまず一番最初に教育することっていうのが、偏差値40に向けて小学生に向かって話すように喋りなさい。小学生が笑うことをやりなさいって教えるんだって。偏差値40の人っていうのは世の中で一番多いそうなんだよ。 で、そういう人たちがテレビとかネットとかにはまるわけじゃん。俺はそこを、そういうのってなんかそう、リスナーさんを小バカにしてる態度だと思って、俺はそういうの嫌いなの。一人間として、対等にいたいのね、リスナーさんと。だからそういうなんか、客はバカだからバカなことやればいいっていう態度っていうのは、俺は客をバカにしてると思ってて、そういうことは一切やってこなかったね。いや、本当だよ。だからゆっくり喋るんだよ。
だから丁寧に喋るんだよ。あれバカにされてるんだよ。あれがそのあこの人は人格者だと思ってるのは違うんだよ。小学生だと思われてるのよ。だからテレビ見てごらん、ゆっくり喋るでしょ。わかりやすく、バカでもわかるように喋るでしょ。だから池上彰さんっていうのはそういうことだと思うよ。小学生でもわかるようにやってるわけじゃん。俺は大事なことだと思うけどね、それもそれで。難しい話を小学生がわかるまで落とし込むっていうことは大事だけど、俺はそういうつもりはない。自分のスタイルでやっていく。そういうなんかリスナーさんをバカにするような行為は一切したくないね。一人間として対等にやっていきたい。頭が悪かろうが良かろうがそんなん関係ない、俺からすると。心が綺麗な人が好きだね。あの会話のキャッチボールがちゃんとできる人が好き。あのね、俺もね、再放送っていうか自分のネタっていうのを持ってるんですよ。いやよ、了解です。自分のネタっていうのを持ってるので、あの一時期はずっとあのセミナーみたいに2時間この話をするっていう、そのお約束っていうのかな、そういうのを持ってたの。だけど生放送はそれが通用しないから、あのフリートークを鍛えようと思って、の2年目ぐらいからスタイル変えて、そういろんな話題が振られた時に、その返しでどれだけできるのかっていう勝負に切り替えたのね。だからね、深見さんが言う同じ話のループだっていうのは、あの生放送ってさ、時間帯によって人が入れ替わるじゃん。2時間3時間見ないでしょ。だからその新規に向けて常に同じ話をするっていうのが結構セオリーなんだよ。だけど俺はその長く居ついてもらいたいから、なるべく同じ話が被らないように、そのなんつうの、あこの話はこう考えるんだ、こうなんだ、こうなんだって言って、いろんなものをこうみんなと一緒にディスカッションできるように意識してやってるかな。コメント増やすにはどういうのが効果的なんですか。今日実践してるからコメント多いでしょ。実はね、いつも言ってるけど、閲覧増やすこととコメント増やすことっていうのは簡単なの。俺そう意地になって言ってると思ってる人多いでしょ。なんかできないくせに見栄を張って俺はできるよって言ってると思われてるんだけど、ニコ生の頃散々やったけど、今日実際コメント多いでしょ。閲覧も増えてるじゃん。だからそんなに難しくないんだよ。そんなに難しくない。どうやってやるのかっていうのはね、ちょっと感覚の問題だからあれなんだけど、簡単に言うとコメント拾わないこと。コメントを拾わなければ拾わないほどコメントは走る。これ矛盾してるように見えるかもしれないんだけど、ちょっとテクニカルなのね。多分ね、配信者じゃないと分かんないと思う。あーやばいやばいやばい、みんなあのリスナーさんからグローブ発送したよ。だってボクシンググローブ明日届くって、超嬉しいんだけど。あのね、これはね難しいんだよ。あとね、それこそね、気づきの一個の中の一つなんだけど、これはさ、ほらリスナーさんにはあんま関係ないことかもしれないけど、配信者のね、もしかしたらこれからね勉強したいという配信者の方いるかもしれないから、あのね、アドバイスじゃないんだけど、実を言うと俺がダメなところ、俺の悪いところっていうのは、一人一人と話し込むタイプなの。特定のリスナーさんとガーって話し込んじゃうから、周りが聞いてるだけってなっちゃうの。実を言うとそれってダメなんだよ。で、今日はあの意識してるというか、これからねやっていくことっていうのはシンプル。一人に一人と会話してるように見せて、実はみんなに向かって話すの。だから今日何が変わってるか分かんないでしょ。コテハン読み上げてないの。とかね、いろんなテクニックがあるのよ。ちょっとその辺はね意識してやってる今日は。そう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 、てっちゃんの言う通りよ。わーわー、マジかよ、超かっけー。グローブ見たい人、グローブの画像送ってくれたんだけど、
グローブ見たい？みんな。やべえ、超かっけえ。やべえ、超かっけえ。グローブ見たい？みんな。グローブ、画像来たよ。明日届くって。見たい？ちょっと待って、今キャプルね。グローブ映します。3、2、1。あ、間違えた。お前じゃねえわ。ごめん、ちょっと間違えた画像。うん。いくよ、グローブ映すよ。やべえな、超かっこいいな。いくよ、3、2、1。あ、お前じゃねえわ。ちょっと待って。間違えた。うん、どこだ？ちょっと待って。画像どこだ？あれ？画像がないな。あれ？どこ行った？あったあったあった。うん。いくよ。ちょっと待ってね。うん。いや、昨日のうんこは絶対バンになるから嫌なんだけど。そこまで愚かじゃないわ。ちょっと待ってね。いくよ。やべえ、超かけ、ほ、え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 、バトーって入ってんだけど、なにこれ。え、え、どういうこと、どういうこと、え、ちょっと待って、バトーって入ってない、え、どういうこと、これ。え、バトーって入ってない、バトー、え、え、ちょっと待って、赤でもバトー入ってる。え、嘘、嘘、超かっけえ、嘘、刺繍まで入れてくれてんの、すげえ。え、これ、あれだよ、普通に。え、ワドって入ってる。え、めっちゃ嬉しい。嘘でしょ、ワドって漢字で入ってんのと、右手の方にはローマ字でワドって入ってる。うわ、めっちゃ嬉しい。いや、俺おかしいなと思ったんだよ。俺おかしいなと思ったの。だってアマゾンで注文したよって言われてから、2週間ぐらいかかってるから、えって、ちょっと変だなと思ってたの。1週間ぐらい届くじゃん。うわ、めちゃめちゃ嬉しいわ。めちゃめちゃ嬉しいわ。名前入れてくれたんだ。だから時間かかったんだね。これ多分刺繍でしょ、わかんないけど。超綺麗。いや、プレッシャー半端ねえな。うわー、ありがとうございます。頑張ります。このさ、ボクシンググローブくったくたにしようぜ。ボロボロにしようぜ。誰よりも練習したっていうのさ、あの、やっぱジムに通ってると、ありがとうございます。ありがとうございます。あのさ、ボクシングのジムのグローブってくったくたなのよ。使い込んでるからボロボロなの。かっこいいの。で、本当のジムとかだともう綿とかがもうぐちゃぐちゃになってて、ボロボロに剥げてるのよ。新品をさ、もうバンバン殴ってさ、使い込もうぜ。いや、もうめっちゃイケでしょ？明日ちょっと誰から送ってね、もらえたのか紹介しようと思ってますんで。明日開封枠やるんで。ちょっと先にね、画像送っていただきました。マジで楽しみなんだけど。のんちゃん、グローブ。超かっこよくない？刺繍まで入ってるよ。すごいよね。超粋なんだけど。スパーリング用じゃないよ。あのね、ステゴロは実は16オンスなの。で、普段練習するときも16で俺らは練習してるから、16オンス。うわぁ、本革だよ、本革。これ2万するんだよ。これ2万もする高いやつなんだよ。なんか6000円の方と、リスナーさんにさ、ほら、買ってあげるよって言われたけど、本当に欲しいのはこれなんですけど、つって、6000円の方も送ったんだけど、いいやつ使えよ、バカ野郎って。ワード、いいやつ買えよって、こっちが欲しいんだろ、つって。こっちポチったよ、つって。明日か明後日に届くと思う。うわー、めっちゃ楽しみだわー。で、一応ね、ジムにはね、もう連絡して、マイグローブ使っていいですかって言ったら、もちろんですよって言ってもらえてるから。ただやだな、なんか、生きってるやつみたいだよね。みんなさ、レンタルのさ、グローブとかさ、みんな同じ緑、青いやつ使ってんのよ。一人だけ黒のかっこいいグローブ使っててさ、ちょっと恥ずかしいけど、頑張ろう。うん。いや、今までありがとう。いやいやいや、今までもうスタイル変えてくよっていうこと。うん。これから新和道で行くからよろしくねっていうこと。うん。俺は今日生まれ変わったの。テンション上がるわー。いや、まさにね、そのテンション上がるわーってコメントあるけど、こういうのは練習毎日モチベーション大事だから、グローブ
買えないんだろうって、今月厳しいんだろうってなったら買ってやるよって。いやもう生きるよ、生きる生きる。まあそれは感じるものだから言葉で説明するもんじゃないじゃん。新しい和道ってどんな和道なのって、まあ見てよ、見て感じて。もうね、俺はね、言葉じゃなくて心意気で行くって、気持ちで行くって決めたから、そう、もうストレートに行くよ、気持ちの和道で行くから。いやー、ありがとうございます、ありがとうございます。あ、めっちゃ嬉しいわ。うん、ちなみに捨て頃のさ、チケット手に入った人どれくらいいます？捨て頃チケット手に入った人手挙げ。会場来る人のんちゃん、うん、うん、なんかね、もう言葉で説明してもさ、上げ足取られるだけだからもうめんどくさいんだよねいくら説明しても上げ足取られちゃったら意味ねえから、もう分かる人に分かればいいやって分かんない人に説明するのバカバカしくなっちゃったからそれいいんだよ、見て楽しかったらそれが正義だから、うんうん、楽しくなかったらかそる、楽しかったら人が増える、アイテム飛ぶ、応援してもらえる、だったら楽しい方に特化しましょう、楽しみましょう一緒にみんなで。いやー、めっちゃ嬉しい。うん、あ、カズも手に入った？オッケーオッケー。会場でね、みんなで飯食おうね。勝利の酒をみんなに提供するよ。勝利の酒を。前回は敗北の味だったから。うん。匠さん以外いなくなっちゃったからね。匠さん以外いなくなっちゃったよ。今度は匠さんに勝利の味を提供するよ。オフ会盛り上がってバンバンに叫ぼうぜ、うん、もうその日はもうとことん酔っ払うって決めてるから。飲んだらダメじゃん。まあ、ジュースだろうけど、打たれなかったら酒飲めるけど、うん、打たれないのも課題だかんね。いい音しそうだね、いい音しそうだね。ボロボロになるまで、半年間でここまでグローブクタクタになるのかっていうぐらいまでやるわ。もう半年間でここまでグローブダメにしたのっていう。やっぱ道具は使い込んでなんぼだかんね。うん。匠さんいい人だよ。めちゃめちゃ和道リスナーってね、不思議なんだけどね、ピュアな人多いの、すごく。みんなね、目がキラキラしてて優しい人の、物静かで。俺はカズもその一人だと思ってんだけど、こうね、口数が少なくてね、本当に目がキラキラしててね、すごいいいですよ。大好きですよ。うん、大好き。和道リスナー、なんかこう、よく言われてるのが、リスナーさんは鏡だって言われてて、配信者。例えば暗黒放送に行くと本当に暗黒なのよ。暗黒リスナーって本当に暗黒なの。もうなんかおっさんたちが、なんか横山みどりっていう T シャツ着て、リュックサックして、チェックのポロシャツをシャツインしてるような人たちなの。それが50人ぐらい集まったりするのね。あと金梅さんのリスナーとか、もうリスナーさんのファン層を見るとその配信者がわかるって言われてんだけど、うちはね、なんか独特なんだよね。だからオフ会開くとね、大体ね、障害自慢が始まるんだよね障害者、いかに障害者手帳何級かとか、いかに不幸な話があったかっていう不幸自慢が始まるのが面白いんだよね私の人生いかに苦労してるかマウンティングが始まるんだよ。うん、それが面白いよね、うん。いや、暗黒放送はすごいよ。もうどっからどう見ても暗黒なの。やっぱね、みどりさんにそっくりなんだよね。みどりさんのファン層っていうのは。ザ暗黒だから。だから、面白かったのは、石川紀之のリスナーが200人ぐらい集まってて、もう若いカップルとか、おしゃれなの。イケてるのよ。若者で。で、石川紀之と暗黒軍団でフリマ対決ってやったの、よっさんとかと。で、暗黒の方に溜まってるのはもうなんか、秋葉原のフリーマーケットみたいになってんの。リュックサック背負ったシャツインの人たちが、そのダッサい T シャツ、なんか横山みどりとかニコニコ生放送って書いてるダッサいおっさんグループと、超イケてる、なんかキャスの若い男の子と女の子がキャピキャピしてんのよ。で、紀之さん、紀之さんつって囲まれてんのよ。こんなに違うのと思って俺笑ったもん。客層ってこんなに変わるのみたいな、うん、暗黒沼しかいねえなと思うと
沼の集会だったかんね、沼の。ワドリスナーもワドリスナー独特なんだけどね、うん、あのね、若干なんだけど、いい人なんだけど、心に闇を抱えてんの、ワドリスナーって。あのね、すごい優しくて、すごいね、ピュアな人が多いんだけど、なぜか知らないけど、心にどっかしらのトラウマか闇を抱えてる人が多いの。だからね、若干ね、空気が淀むんだよね、うちのリスナーは。やっぱひねくれ者じゃん、俺が。リュックサックってのおっさんって俺？あ、いたの？フリーマーケットにみのむしさん、うん。いや、うちのリスナーニコ生の頃から変わんないね。変わんない変わんない。あのね、結局ね、なんつうんだろう、鶴見の法則っていうか、似てる人が集まる傾向にあるから、要は肌が合うか合わないかなんだよ。そう、リスナー配信者の鏡なの、本当に。だから、うちは障害者と生ポト経営者しかいない。本当に面白いの。障害者と生ポト経営者しかいないって言われてんの。だから、なんかね、面白いんだよ。だからね、正直言うと、経営者たち集めて、オフ会、経営者オフ会とかやったら多分ビジネス回ると思うよ。本当に結構、金持ってたり、会社、上場企業の役員の人とか、いろんな人がいるのよ。だからね、え？ってなるよ。マジでこの肩書きなの？みたいな。はったりとかじゃなくて、いろんな人がいる。一番びっくりしたのはモデルさんとかかな。モデルさんから、リスナーさんとかいたときびっくりしたね。イケてる人とね、イケてない人の格差がすごいの。和道リスナーって。うん。異業種交流会全然できるけどね。でもね、あんまり今はそのタイミングじゃないかなとか思ってて。ちゃんと俺が本業？まあ、シルバーのショップ構えたりとか、あと作業所とか、会社とか作って、ちゃんと授業をやるときに、ちょっと、ご協力お願いできませんかとか、仕事なんかいただけませんかっていう仕掛けはやろうと思ってんの。実はね、配信者のステップの、先のステップに行くための、大事な修行期間だと思ってんの。俺は配信っていうものが。ちゃんと先は見据えてるよ。和道リスナーって何、いい質問だね。マウイさん。和道リスナーって何したら和道リスナーですか？これね、答えシンプル。I am 和道リスナーっていう、リスナーさんが言ったら。うん。要は、マウイさんが、私は和道リスナーだけど何かって言えるようになったら和道リスナーの。だから、例えばここに言ったらさ、私は和道リスナーですって言える人。いや、和道好きだわ。和道配信見てるわ。俺和道リスナーだわ。って言える人手挙げて。この人たちが和道リスナーの。俺が決めることはできないの。職業的に。アンチもいるし、囲いさんもいるし、ファンもいるし、和道リスナーもいる。いろんな人がいるけど、決めるのはみんななんだよ。あ、みのむしさんありがとう。だから、みのむしさんは和道リスナー。金魚橋さんは和道リスナー。要は、俺が決めることじゃないの。たくみさんは、たくみさんは和道リスナーだけど、スタッフでしょ？たくみさんはスタッフでしょ？まあまあまあ、うん、全然言えるでしょ。この人たちが和道リスナーだよ。あ、まいちゃん久しぶり。元気だった？この人たちが和道リスナー。うん。そう。で、なんだろう。いや、別に和道ファンじゃないけど、暇つぶしで見てるっていう人はそれだけ。うん。この人たちが俺が俗に言ってる、支援者であり、応援者であり、仲間だって呼んでる人たちよ。うん。和道のやることは、見届けるし、協力できることがあったら応援するよって言ってくれてる人たち。放送も盛り上げるしって。そういう愛のある人たちね。うん。じゃあ逆に、俺和道嫌いだわっていうやつ手挙げて。和道嫌いだけど見るものがないから仕方なく見てやってるんだぜっていう勇気のあるリスナーいる？逆。逆で、俺全然和道好きじゃないんだけど、お前は大嫌いだと。ただ見てやってる。感謝しろよっていう。おい！そうそう手挙げんのかい、ここで。ここで手挙げんのかい、そうそう。話が滑らかでいいですね。ああ、そうなんだ。初見さんなんだ。ぜひぜひフォローしてください。もしよかったら。長い付き合いにしましょう。うん。好きではない。薄っぺらい。そう。手挙げろって言ってんのに余計なこと言うやつ。こいつらは敵。トベッチとか。こういう時に積極的に手挙げるやつ。こいつらは俺の中で敵なの。エネミーですよ。エネミー。和道アンチっていう言い方しないから。俺はね、今日からね、和道アンチのことエネミーって呼ぶことにするわ。
こいつらエネミーですよ。エネミー。そう、俺の敵。こいつらとずっと戦う人生、俺は。そう、分かり合えないんだよ、こいつらと。二、うん、人いるね。トベッチと肉肉だね、敵は。肉肉いるんだ。違うんだよ。こういうやつほどずっと見てるんだよ。暇だから見てあげてるだけだよ、とか。お前よ、昨日よ、お前何言ったんだよ、肉肉よ。俺はリアルが大事だ、仕事もしてるって、お前。なんでこんな時間に、お前何やってんだよ。夕方の4時に何放送を見てんだよ。働いてねえだろ。働けばあげや。生ポト精神疾患と経営者はどれにも属してないんですが、大丈夫ですか？あ、じゃあ、障害者手帳を取りに行くか、今すぐ生ポ申請しに行ったら大丈夫ですよ。あとね、もう一ついた。忘れてた。主婦。主婦です。うん。ね、実は、一番多いのは主婦なんだ。忘れてた。主婦と、だからぐっちゃぐちゃなの。主婦、経営者、生ポ、精神障害の4つ。主婦がいた。主婦。主婦がいる。うん。主婦。お前本当に思考が短絡的だな。ああ、俺結構シンプルに考える方かもね。楽観的かもしんない。短絡的でもあるけど、楽観的かもしんない。うん。ああ。楽観的だね。あんまりね、結構スパスパって、頭いい方じゃないから、結構シンプルに物事捉えて、シンプルに行動するのが好きかもしんないね。短絡的とシンプルは違う。はい。すいません。はい。うん。ただのファンピー。いや、全然いいよ。全然いいよ。何でもいいよ。新しい層を作ってよ。じゃあ、マウイから。うん。新しい層を作ろうよ。うん。いろんな人がいた方が俺は好きだから。うん。いろんなジャンル広げてこ。でもね、簡単に言うと、一番最初に、ファンになってくれた人は生活保護の人。なんでかっていうと、俺が生活保護のカミングアウトしたから。で、次にファンになってくれた人は精神疾患持ってる人。俺がアスペだからっていうのをカミングアウトしたから。で、次は経営者の話したら経営者って。要はね、俺の話題に対して、その話好きだわって乗っかってくれた順番なの、これ。うん、主婦はね、歪談だね。なんで主婦層を持ってるかっていうと、歪談です、歪談、うん。主婦はね、男子妻たちが俺の歪談が大好きで集まってきたの。うん、海外系の人、それはね、多分ね、カオスが、旅配信やったからだね。旅配信をやった時に、旅人が、本ちゃんの旅人の人が集まってきて、で、もともとは本当はカオスとかが抱えてたリスナーなんだけど、要はガチ勢が来たって感じ。うん。海外っていうか、バックパッカー系っていうか、旅好きの人が集まってきたね。だからね、うちはね、普通、一個のことに特化して配信でやるのが普通なんだけど、格闘技なら格闘技とか、雑談なら雑談とか、サブカルならサブカル、映画なら映画とか、都市伝説なら都市伝説ってやるのが普通なんだけど、俺がいろんなところ手出すでしょ。だからこれか、今増えてんのが、シルバーアクセサリーとか、レジンとかで私も物作ってますとか、実は俺もシルバーの職人なんですっていう、なんつうの、職人さん系が集まってきてるね、今。だからね、ジャンルがバラバラになるんだよね、どうしても。まあそこはなんか和道リスナーの面白いところっていうか、あると思うけど。いやー、俺もね、AV のね、仕事本気で受けたかったんだけどね、連絡来なくなっちゃったんだよね。もう完全に流れたわ。もうね、連絡取れない、今。AV の仕事やりたかったんだけどね、もう多分流れちゃったから、また機会があったら受けるからさ。うん。これは完全に流れたと思っていいわ。丸山ゴンザレスはね、俺あんまり好きじゃないんだよね、実を言うと。丸山ゴンザレスさんは、好きじゃないっていうよりもね、なんだろう、あの人スラム専門でしょ。で、結構ね、アウトロー系っていうか、スリルを楽しむ系の人だと思うの。ね、肌が違うの。俺がもしゴンザレスさんと同じことやるんだったら、積極的にその人の、ホームレスの、人はどういう風になってますよっていうかね、ゴンザレスさんは多分ね、ワクワクしたいっていうか、スリルを味わいたくて、そのスリルを伝えるのが上手い人なの。俺はそっちじゃなくて、なぜこうなったのかとか、なんつうんだろう、取材の方法がちょっと違うんだよね。スポットを当てるところっていうか、人に行くんだよね、俺。ホームレスの人にがっつり、2時間ぐらい話聞いたりとかするタイプだから。要はね、家庭とか人生とかを掘り下げるタイプなの。ちょっとアプローチが違う。ゴンザレスさんと。
ゴンザレスさんはね、あの好奇心とかワクワクで攻めてる感じがするんだよね。あ、ナックルズ系の人なんだ、ゴンザレスさんって。まあ、ゴンザレスさんすごいよね。世界中の、その、なんだ。スラムに行ってるんだよね。あれはなかなか日本人でも貴重な存在だから大事にしないといけないよね。結構命落とすこととか全然あるからね。ジャーナリストは。危険に踏み込んでなんぼだから。あれこそジャーナリズムの鏡だよ。あれをジャーナリズムじゃなくてサブカルのジャンルにされてるのがちょっと悔しいけどね。マンホールの地下街のブルース・リーとかめちゃめちゃ腹抱えて笑ったもんね。こんな鎖つけてるロシアのマンホールのボスがいるんだよ。マンホール住民の。で、名前がブルース・リーなの。めちゃくちゃでしょ？ほんと北斗の拳みたいに太い鎖を首に巻いてんの。引退はしないよ、ピヨコさん。断言しておくけど俺に引退はないよ。辞めるときはスッと辞めるよ。宣言なんかしない。調べといてくんね。8時まで。夜の8時。覚えといて。一緒に行こう、後で。あとあれか、あの坂のおもちゃ買ってあげないとか。ペコのおもちゃも買う？OK。お揃いにしよう。あのマンホールはね、潰されてね、ブルース・リーさん逮捕されてる。そう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 、捕まったんだよね。ブルース・リーさんはね、もうシャバにいないんだよ。でもマンホールから抜け出すんだっつって家とかも借りてたんだけどね。もうドラッグに汚染されてて大変なんだよね。まあね、ロシアはね、そんな海外、日本にロシアの印象を落とすようなことするから取り潰すでしょ。ペコ見たことない？ペコ見たい？ペコだいぶでかくなったよ。ペコ見せてあげようじゃ。ペコ言うこと聞かねえか。おいで、みんなが見たいって。ペコ、おいで。よし、いいか、いいか。ペコ、おいで。よし。で、そっち行くの。お、お、ペコ。ペコ、言うこと聞かない。あ、ペコ、どこ行くの？そっちダメよ。ペコ、ペコ。ペコ、言うこと聞かないかな。これがペコ。オスです。でかくなったでしょ。もう大人になったよ。クリーム色、シナモン文鳥。ペコはね、ちょっと言うこと聞かないんだけど、これがペコ。かわいいでしょ。ペコ、ご飯食べてたの？うん。ペコはパワー系イケメンだから、オス。釈迦より飛ぶのがうまい。あ、おいで。かわいいでしょ、ペコ。もう何ヶ月経つ？4ヶ月ぐらい、うん、シナモン文鳥のペコです。かわいいでしょ？ペコ。ペコ、どこ行った？ペコ。ペコは飛ぶのが上手だからね。10月か。釈迦も10月だったから、あれだね。あ、のんちゃん、あ、ペコ、こっち、こっち。ここダメ、ペコ。ペコ。かわいいでしょ。
だね、ペコはね、ちょっとあんまり頭が賢くないからね、まだ自分の名前覚えてないってペコ。ペコ、呼んでるよ、のんちゃんが。ペコ。ペコ。綺麗でしょ。坂とペコは、あの、喧嘩中だよ、まだ。仲良くなることは多分ないと思う。可愛いでしょ。これが文鳥っていうね、いつもインコ飼ってるんですかって言われるんだけど、インコじゃない、ペコ、インコじゃない、文鳥。可愛いでしょ。スズメぐらいの大きさだね。可愛いでしょ。この子がオスの、まだ4ヶ月ぐらいかな。はいはい、おいでおいで、ペコ。こうなってるな。なあ、どこ行くの？結構こうなってるね。あんまりこっち来たことないからね。今日あれだ、カゴ洗ってあげよう。風船ありがとう。風船ありがとう、さくらさん。だいぶ大人になったでしょう。人や社会にフォースするよりも、ここの治安がこんなにやばいんだぜ、単純に伝えてくれるような人が好き。あ、じゃあゴンザレスさん合うんじゃないの。うん。俺はなんかこう、だからドキュメンタリーとかが好きだからね。ジャーナリスティックな感じじゃなくて、ドキュメンタリーチックなのが好きだから、どうしても手法が変わるんでしょ。掘り下げるのが好きなんだよね。なぜこうなったのかとか、今何を感じてるかとか、そっちの方に興味がある。どう感じてるか、なんか社会を変革しようとかあんまり考えないタイプなんだよね。なんか風とか火とかのイベント、もう終わったでしょ。今日終わってるはずだよ。もう今日やってないと思う。昨日で終わり。ドキュメンタリーが好きなんだよね。だからね、手法としてはマイケル・ムーアンみたいなのが好きなんだよね。マイケル・ムーアはどっちもやるけど、あの、結構皮肉ってね、人のインタビューとか受けるから面白いんだよね。俺の師匠はマイケル・ムーアだね。むしろマイケル・ムーアみたいなことがやりたくて本当は配信の世界入ったんだよ。なんでかただの雑談配信者になっちゃったけど、そう、マイケル・ムーア大好きなの、俺。超かっこいいと思ってて。マイケル・ムーア、みんな映画見たことある？すげえ面白いよ。マイケル・ムーアは人生で一回見るべき。うちのリスナーは絶対マイケル・ムーア好きだよ。あ、見た目ムーアっぽいかもね。俺がね、一番マイケル・ムーアの最高傑作だなと思ったのは、やっぱりね、あ、キャピタリズムはすげえ面白かった。あ、俺それ見てないな。IQ が低くないとバスの運転手にはなれない。それ見てないな。世界侵略のすすめも見たいんだよね。ドキュメンタリー映画って日本ほとんどないよね。なんでなんだろう。日本人のドキュメンタリーほとんど見たことない。雪行きて進軍と、あとなんだろう、フェイクか、サムラゴーズさんのあれ見たけど、
フェイク面白かった。めちゃめちゃ笑ったんだけど、フェイク。フェイク見た？みんな。ユーロスペースで見に行ったけど、すげえ面白かったよ。森達也さんのフェイク。でも日本の場合テレビがドキュメンタリーいっぱいやってるからね。テレビの方が強いのか。映画っていうフィールドでドキュメンタリーが向いてないのかもしれないね。ああ、銃弾がスーパーで買える。ボーリング4コロンバインか。ボーリング4コロンバインが一番最初の映画だもんね。で、その次、歌詞911。キャピタリズムっていうのは、資本主義って意味なの。で、まず最初に、一番最初の映画の冒頭なのが、いきなり警察官が、つって、家に立てこもってる YouTube の動画かなんかから始まるの。で、女の人とか家族が怯えてるの。これがアメリカよ、みんな見て、警察が来たわっつって、私たちは絶対家から出ないとか言って、うーっつって警官に囲まれて、要は差し押さえをされるのよ、家で。っていう印象的な冒頭から始まって、そのインタビューが始まっていくの。で、その農場が差し押さえられた。要はリーマンショックがあったじゃん。で、リーマンショックはなぜ起こったのかっていうのを、その、なんつうの、そういう作風で描いていくんだけど、最高なのが、最後何やるかっていうと、こういろんな人に会いに行くの。マイケル・ムーアがカメラこうやって持って、で何を聞くかっていうと、宗教家の人に聞くの。あの、資本主義とか金儲けどう思いますかっつったら、みんな悪いことだって答えの。で今度経済の人たちに、社長とかに話を聞くと、いや資本主義は世界を豊かにするんだ、この国は資本主義なんだって言って、あーって言って、でマイケル・ムーアが、そう、憲法が書いてある、要はアメリカっていうのは資本主義だっていうわけじゃん、だから憲法に書いてあるに違いないとか言って、今度憲法の原文を読みに行くんだけど、その博物館の人に、あの、資本主義に書かれてる項目はどちらにありますか、どちらにありますかとかわざとらしくやって、あれどこにも書いてないな、なんでアメリカは資本主義なんだろうとか言って、どん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 、その例えばゴールドマンサックスで、そのなんつうの、資本主義の、そのなんつったっけな、ファンドじゃなくて、その金融商材を作ってた人たちにインタビューするのよ。クビになった人とかに。で、金融工学とか話すんだけど、結局それって何なのっつったら誰も答えらんないの。要は金儲けの道具を作ることはできるんだけど、それが一体何なのか。要は、ビットコインを作ることはできるけれども、その、なんか、あるじゃん、ビットコインの仕組みとかって。そういうこと、うんちくは語れるんだけど、ビットコインの本質は何みたいなこと言うと、みんなゴモゴモしちゃうの。で、これ何なの？結局詐欺じゃないの？とか言って、で、最後の終わりがすごい面白くて、ゴールドマンサックスとか、要は、でっかい会社あるじゃん。そういうところを勝手に警察のビニールテープでぐるぐる巻きにして、メガホン持ってマイケル・ムーアが、税金泥棒金返せって、市民に金返せって言って終わるの。すっごい面白いよ。要は、マイケル・ムーアって何をやった人かっていうと、ニコ生の走りで、ハンディカム1個で本人が突撃しに行ってどん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 聞くみたいな、ニコ生的な撮り方をする人の。で、もともとテレビの人で、テリー伊藤とか、要は番組の構成作家やってたんだけど、映画の方にシフトして、ハンディカム1個持って超低予算でガン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 切り込んでいくの。だから、そのビッグワンっていう映画は、ビッグワンっていう映画の、要はボーリング4コロンバインっていうのは銃規制の話なの。あの、銃乱射事件があったでしょ。で、アメリカは銃社会だっていう話が、ボーリング4コロンバイ。で、今度、歌詞911っていうのは、同時多発テロがあったじゃん。それに対して、そのブッシュは嘘をついてるっていう映画が、歌詞911。で、キャピタリズムっていうのは資本主義。で、今度、ビッグワンっていう映画は、アメリカって何なんだろうって考えるの。要はね、ちょっと政治的なんだけど、それをコメディっぽくやるのよ。笑いを取りながらやるの。で、最高だったのが、あの、アメリカ人に、そのビッグワンで最高だったのが、アメリカ人にね、ブッシュは最高だわって、ブリトニー・スピアーズとか出んの。ね、ブッシュは本当に偉大な男なのとか言って、パッパラバーな歌手とかが、もうブッシュを大絶賛するの。あんなにキュートでかっこいい大統領、私は見たことないわとか言って、で、マイケル・ムーアが顔芸でポカーンみたいな、何言ってんだこいつみたいな顔した後に、マリリン・マンソンが出てくんの。で、俺は悪魔の使いだとか言って、この世界は、なんか、どうのこうのとか言って、なんかデーモン小暮みたいに感じで、マリリン・マンソンが出てくるんだけど、マリリン・マンソンはめちゃめちゃ政治語れるんだよ。
で、みんな、なんで、その、こういうポップスで、ブリトニー・スピアーズとかバカで、ブッシュを、要は、擁護してるとか持ち上げてるけど、悪魔崇拝者でメタルの、要は社会悪ってされてるマリリン・マンソンの方がよっぽど正しいこと言ってるよね、みたいな対比を出してくるの、どんどん。お前らどっち信じんの、みたいな。これがアメリカの現状だよって。で、なんで、その、ビッグワンっていう映画のタイトルかっていうと、アメリカがテーマなんだけど、そのもうアメリカ合衆国っていう名前がダセーっていう保守派の親父が出てきて、お前イギリスって国見てみろよ、グリートブリテンだぞとか言って、グレートだぞって、グレートブリテンだぞ、超かっけえだろっつって、でもうアメリカ合衆国とかダセーからやめようっつって、飲みながらなんか、俺らはビッグワンだとか言って、グリートブリテンに対抗してビッグワンだよとか言って、でビッグワンって映画になるので、その国家斉唱も、お前あんな国家なんかダセーだろみたいな、もっと世界を威圧するようなかっこいい国家、一番歌われてる国なんだっつったら We Will Rock You だっつってWe Will Rock You に国家を変えるぞっつって、ビッグワンは We Will Rock You だよとか言って、どんどんそのギャグを入れていくの。そう、すげえ面白いの。その政治の本質なところをついてるんだけど、その庶民の声、宗教家の声、政治家の声ってどんどん取材していって、その視聴者にどんどん問いかけていくの。これでもあなたはそのアメリカが狂ってると思いませんかって。で、俺はまだ見てないんだけど、あ、肝臓ソールドアウト、アイテムありがとう。そう、アポなしでやるんだよ。もう突撃取材の。だから後半はね、もう有名になりすぎてそれができなくなってんの。マイケル・ムーアが来ると、あ、やめてって、もうカメラ絶対止めてみたいになっちゃって、今映画が作れなくなってんの。それで最新作のやつは世界に行くの。それが世界侵略の進めって言って、まだ映画見てないから、レビューしか見てないんだけど、アメリカがいかに偉大な国かっていうのを世界に知らしめてやるっていう映画なのよ。要は、なんでこういう手法になったかっていうと、アメリカ国内で有名になりすぎたから、もうカメラ持ってるだけで、そう、みんなに止められたり、訴えられたりするから、今度世界に行くっていう方向にシフトするのよ、裏の事情を言うと。で、その、世界侵略の進めっていう映画のタイトルなんだけど、アメリカがいかに、偉大な国、いかに世界一の国かを世の中に知らしめてやるぞっていう体で、フランスとかに行ったら、給食にマクドナルドとかオレンジジュースとかコカ・コーラ出ないのって言って、アメリカを批判する映画なの。アメリカはマック食えるんだよ。フライドポテト毎日食べれるよ。ピザは野菜だよ。こんなに美味しいもの食べれていいでしょうって言ったら、フランスではめちゃめちゃ食教育があるとか、その、オバマケアに対するあれは皮肉なのよ。その例えばアメリカって保険がなかったの、今まで国民保険がなかったのよ。でオバマケアができるタイミングであの映画を作ったんだけど、保険は共産主義だ、社会主義だとか言って、赤だとか言って批判してたんだけど、いや世界のどこの先進国も国民保険ありますよっていうのを広めるために、世界中にアメリカを広めてやるっていう体で行って、その国のいいところをアメリカ国民に教えるっていう映画の、そう、要は仕掛けとしてはアメリカ、要は視聴者の体としては、番組の体としてはアメリカすげえだろうってやりに行くんだけど、やってることはそうじゃなくて、世界の国で当たり前のことをアメリカができてないよって。で、その映画まだ見てないからあれなんだけど、評論によるとすげえ面白いのが、アメリカ人、世界の各国が言うのが、私たちはアメリカをお手本にして作ったんですよって。世界で初めて民主主義国家を作ったのはアメリカで、なんでアメリカがこれできてないのってみんな驚くっていう驚きの結末らしい。日本はだから保険で来るね。日本には保険っていうものがあってとか、だから世界中を行くっていう。そう、世界のいいところを拾っていくの。アメリカ国家って銃弾を撃って旗を立ててみろみたいな歌詞。どうなんだろうね。俺はよくわかんないわ、その辺。ただね、その、ボーリング・フォー・コロンバインは何がテーマかっていうと、憲法修正第2条武装権っていうのがテーマなの。要はなんでアメリカ人は、その、アメリカってみんな知らないかもしれないけど、軍隊の100倍拳銃持ってんだよ、国民が。すごいでしょ。アメリカ軍が持ってる100倍の量国民が持ってんの、銃。知ってた？これ。で、なんでアメリカは銃をやめないのか。カナダは銃 OK なんだけど、銃で撃たれてる件数って少ないの。だから結論としてボーリング・フォー・コロンバイン何が言いたいかっていうと、銃を持ってるからダメとかじゃなくて、アメリカ人は気違いだって映画の。アメリカ人の思想がこの銃でそのおかしくなってるんだよっていうことを訴えかける映画の。それを分かりやすくその庶民レベルで教えてくれるの、映画の中で。教育でもあるし、コメディでもあるし、ドキュメンタリーでもあるっていう素晴らしい作家なんだよ。面白いでしょ。
だからおすすめですよ。俺が一番おすすめなのはキャピタリズムを見てもらいたい。金融とかお金っていうのが何なのかっていうのがバカバカしくなるから、キャピタリズムが俺は一番おすすめで、まあ歌手911が一番有名だね。あの同時多発テロの話題だから、これはあの同時多発テロをテーマにしてるように見せて、ブッシュをボロボロに批判するの。あのブッシュがいかに愚かな大統領かっていうのが裏のテーマ。だから表向きのテーマと裏のテーマっていうか、実際見せられることが全く別なの。それがすごい面白い。要はブッシュが無能のせいでアメリカがやられたんだぞっていう。そう、実際にそのブッシュの取材をずっとやってくんだけど、もうなんか年の半分ぐらい、半分じゃない、3分の1ぐらいゴルフ場にいるんだよ。そう。で、その多発テロが起こった時、 SP に今アメリカは攻撃されてますって言うんだけど、10分間何も行動しなかったとかさ、ずっとうろたえてるとかさ、そういう映像をどんどん見せるの。これがアメリカの大統領だよっつって。だから実際ブッシュからオバマに切り替わる時のあの運動につながってるんだよね。で、その俺がアメリカっていう国がなんで好きなのかっていうと、あの政治に対して、その作家であったり芸人であったりとか、映像作家であったり芸人、映画監督とかが、ミュージシャンもそうだけど、あの政府に対して悪いことやったら反発が必ずあるの。作品で対抗するのよ。で、世の中を動かしていくっていう活動が好きだから、俺はウーマンラッシュアワーのあの芸人が政治に噛みついてるのは俺は正しいと思ってるの。あれが本来の芸人のあるべき姿なんだよ。言ってることが間違ってたかもしんないけど、政治に噛みつくのが仕事なんだよ本来。うん、絶対好きでしょ。見てみて、ツタヤに行ったらあるし、あのどっかに落ちてると思うよ。腹抱えて笑うと思うよ。そう、皮肉が効いてるっつうか、そのなんかね、面白い。そのあとハッとされるようなことがある。例えばあの保険料の話の時に面白いのが、すげえ俺笑ったんだけど、あの要はアメリカの囚人いるじゃん、悪いことしたやつが虐待を受けてるっていう報道が流れた時期があって、政府がいやいや我々はすごいですよ、囚人といえども人権を守りますと、我々は人権の国ですって言って、特 A 級の犯罪者にすっごい医療とかを無料で受けさせてるのよ。っていう映像を見せるの。あー、アメリカっていい国だ、どんなに人を何十人殺してもこんな医療が受けられるんだっつったら、今度真逆の保険に入れてない、その医療に受けられなくてすっげえ困ってる貧困層を映して、俺らに受けられない、なんで犯罪者に無料でこんなに医療受けてんだっつって、革命起こすぞっつって、分かったっつって、マイケル・ムーアがその刑務所のところに船で行くのよ。隔離されてる離島なのね。でそこにそのメガホン持って、その恵まれないさ、貧乏な保険料払えない人たち、医療受けられない人たち持って、ふざけんなーってみんなで言いに行くんだけど、そこの刑務所って脱走できないように嫌いって言ってさ、地雷っていうか、その魚雷か、魚雷がいっぱい埋め込まれてるから、ダメだこれ以上進むと嫌いが爆発するとか言って、退避だ退避だとか言ってギャグにするんだけど、そう、政治の話はタブーっていうのは最も愚かだよ。うん、刑務所まで行くの。そう、そういうなんか皮肉をどんどんやって、そのなんか税金払ってる 庶民があの医療を受けられなくて、なんで外国人の犯罪者が医療を受けられるんだっていう皮肉をどんどん見せたりとか、わざと真逆と真逆の構造を見せるの。そう、皮肉でやるの全部で、逆ギャグテイストにしながらやるから、知的な話題なんだけど庶民でも楽しめるっていうか、庶民が普通に見ても面白いの、小学生が見ても笑えるの。だけど実はすごい難しいテーマを扱ってるんだよね。まあ、ちょっと偏ってるとは言われてるんだけど、ちょっと偏ってるとは言われてる、その思想がね、マイケル・ムーア時代の思想がガンガンに入ってるから。うん、あ、面白いよ。マイケル・ムーアの字幕だね。俺英語自体は読めないから。うん、マイケル・ムーアはそう、自分で主張は述べないんだけど、映画の中にエッセンスがすごい入ってんの。要は愛国者なんだよ、すごい。マイケル・ムーア自体が、映画の全部の映画のテーマっていうのはアメリカを良くしようなの。言ってないけどね、そういうことは。アメリカ気づいてよって、もっといい国になろうよって。共産系ではないけど、あのね、違うんだよ。
日本でいうところの右と左とアメリカでいうところの右の左って実は逆なのね。あのなんでかっていうとアメリカ自体っていうのは左の人たちが作った国なんだよ。だからアメリカで右って呼ばれてる人たちって日本でいうところの左なんだよ。あのねちょっとねその難しいの、アメリカの政治、そうリベラルな国家なわけじゃん、自由主義でしょ。で自由が行き過ぎるとこうなるよっていうから、マイケル・ムーア時代は日本でいうところの共産主義にちょっと近いの、ちょっとだけ。だけどそのリベラルとかネオリベラルと戦ったりとかもしたりとか、でもリベラルのいいところもちゃんとやるから面白いよ。だからちょっとそのまああの共産党に対する批判が多いね、簡単に言うと。だからトランプなんかもう叩き、多分映画作るでしょ、トランプの映画。トランプ大っ嫌いだと思うよ、マイケル・ムーアは。絶対と言っていいほど今作ってるはずだね、トランプの映画。そんな気がする、俺の中では。そんな気がしない？絶対トランプ嫌いだと思うもん。要は自由で何でもやっていいっていうのは間違ってるっていう。そう、貧乏な人もちゃんとケアしようよみたいな思想だから。これは共産主義じゃないよっていう感じかな。別にその極左ではないんだけど、だから日本人がアメリカを理解するのにすごい最も適してるテキストだと思うよ。アメリカ人ってこんなに狂ってるんだっていうのがよくわかる。なんか世界一の国ってこんな感じなんだみたいな。でも自由民主党って本来さ、あの左なんだけどね。だってあのアメリカでいうとこの共産党みたいだしさ、自由民主党って書いてあるからリベラルっていう思想なんだけどね、本当は。なんで保守になったんだろうね。だから日本は独特で、日本が独特なんだよね。だから日本のなんかマイケル・ムーアみたいな人っていないのかなって。で、実はマイケル・ムーアの師匠っていうのが、あの、日本人なんですよ。日本人の映画監督にすごい、あの、もう尊敬してるっていうことをマイケル・ムーア自体が公言してて、雪雪て進軍っていう狂った映画があるんだけど、それはそれですごいよ。雪雪て進軍知ってる人いる？この中で。雪雪て進軍っていうドキュメンタリー見たらもうね、もうすごいよ、すごい。もうね、とんでもない映画があるんですよ。一回見たけどね、衝撃だったもん、衝撃。いやー、なんかいいな、その映像でこう世の中を変えようとしてる人はかっこいいね、好きだね。奥崎健三。奥崎健三。八甲田山の事件じゃなくて、奥崎健三っていう人をただ追っかけるだけのドキュメンタリーで、そう、奥崎健三っていうのがめちゃめちゃ狂ってるんだよ。どれくらい狂ってるかっていうと、要は映画の最中にね、人をぶん殴っちゃったりとか、外戦車を持ってて、とにかくなんて言えばいいんだろう、もう狂った狂人の映画なんだよね。ただ単に狂ってる人の映画なんだけど、奥崎健三でウィキペディア見ると爆笑できるよ。ウィキペディア見るだけで爆笑できる。奥崎健三を追っかけるドキュメンタリーで、マイケル・ムーアがそれがもう師匠だって言ってんの、その映画監督を。いや、映画撮りたいよ。だから本当は石野浩介と浅井さんをモデルに家出っていう映画を撮ろうとしてたんだよ。あのホームレス、石野が言ったの。ホームレスじゃねえと。俺らはただ家出してるだけなんだ、つって。家がねえだけなんだ、つってて。家出っていう、そのホームレスと生活保護の映画を撮りたかったんだけど、ちょっとね、あの、石野から NG が出て、石野を主演で映画撮りたかったの。石野と浅井さん主演で。空き缶拾いがどうなのかとか、世の中にこう、地方の人とかわかんないと思うの、ホームレスって。でもこの新宿とか代々木のホームレスを徹底的に、そのなんでホームレスになったのか、ホームレスって実際何なのかでっていう映画を撮りたかったんだけどね。
途中まで作ったんだけど、オープニングの V だけ作ったのか。だけどもうデータ消しちゃったかんな。俺がね、まずマイケル・ムーアを見てほしい。なんでかっていうと、奥崎健三は尖りすぎてるの。ゆきゆきて進軍は、初心者にはダメ。何が面白いのか分かんないと思う。もうシュールすぎるんだよ、簡単に言うと。だから、マイケル・ムーアから見てほしい。マイケル・ムーアから。で、一番有名なの見るんだったら、歌詞911。で、俺のおすすめを見るんだったら、キャピタリズム。俺は金融の方を見てほしい。キャピタリズムを理解できると、金融資本主義っていうのがいかに狂ってるのかっていうのがよくわかるから、俺の主張と、噛み合う。俺が言ってることは意味がわかるから。要はお金を稼いでも意味ないよっていう、幸せにはなれないんだよっていう理屈がわかるから。キャピタリズム、あとまあビッグワンも面白いけど、全部面白いよ。外れはない。ちなみにマイケル・ムーア見たことある人ってどれくらいいるんだろう。マイケル・ムーア見たことある？一作品でもいいから。和道リスナーってどれくらい見てるんだろう。マイケル・ムーア見たことある人、これね、少ないと残念なんだよね。あんなにいい映画ってないんだよ。みのむしさん、好き？あ、よかったよかった。超面白いよね。好き？嫌いな人もいるだろうな。うん。俺はね、もう大好物なんだよね。マイケル・ムーア作品が。もしよかったらみんなレンタルして。多分ね、和道リスナーは絶対好きな気がする。和道リスナーは絶対ね、マイケル・ムーア大好きだと思うよ。要は、マイケル・ムーアの思想が入ってるなっていうのが理解できると思う。ワドをこういうことやりたいんだなっていう。だからね、たまにね、いるんだよ。リスナーさんと飯食ってると、ワドのあのネタの元ってあれでしょって、働くおっさん劇場でしょとか、ワドこれやりたいんだよねっていうのがね、電波少年のこれでしょとか、たまにね、鋭いリスナーさんがいて嬉しいんだよね。大佐さんいらっしゃい、こんにちは。そういうのはね、すごいね、テンションが上がるんだよ。わかりますっていう、そう、オタク心を刺激されるんだよね。FRB にも踏み込んでる。要は、そのキャピタリズムの本質って何なのかっていうと、FRB、日本でいうところの日銀ってあるでしょ。日銀も同じ構造なんだけど、中央銀行のことを FRB、要はドルを発行してるところは FRB って言うんですよ。FRB って国のものだとみんな思ってるでしょ。アメリカの国が FRB っていう、政府が FRB と連携してやってると思ってるけど、あのね、FRB、要はアメリカのドルを発行してる中央銀行って民間企業なの。そう。びっくりするでしょ？びっくりしない？日本の日銀も同じ構造なんだよ、実は。だから、え？って。アメリカの金融っていうのはユダヤ人に抑えられてるじゃんって。だからユダヤ人がいかに優秀かっていう話もある。でもあるんだけど要はもうゼニゲバみたいなやつらに乗っ取られてるじゃんっていう話の、国民の主権取り戻そうよっていうのが、そう、あの主題だね。そう、日銀も民間なの。そうそう、 FRB と同じ構造なの。だけどさ、日本銀行、要は日銀がさ、そう、民間企業だっていうことを知ってる人っていないじゃん。海外の人が日銀を牛耳ってるとかも知らないじゃん。もうタブー中のタブーじゃん。誰も触れないじゃん。政治家もジャーナリストも。だからマイケル・ムーア映画でそれをやるところがすげえかっこいいんだ。ていうかね、殺されてもおかしくないよ、本当に、マイケル・ムーアは。よく暗殺されないなって思うもん。だからかっこいいよね。命がけで撮ってると思うよ。実際マイケル・ムーア殺そうっていうやついると思うよ。そうそう、金利のために働くっていう。うん。まあ、ロックフェラーとかロスチャイルドとか、その、先の話は出てこないんだけど、ロックフェラーよりロスチャイルドの方が、あの、資産多いからね、うん。でもね、そういう話はね、やっぱ消されるじゃん。ジャーナリスト消されたじゃん。パナマ文書だっけ、あの、発表した時。だからね、やっぱりね、その、政府に都合の悪い人間は消されるんだよね。アメリカ。アメリカの話。要は日本が大日本帝国っつって何と戦ってたのかっていう話になってくるんで、俺保守じゃないかんね。右でも左でもないんだけど、えっちゃんこんばんは、よろしく。あのね、ユダヤ人って実はすっごい人数少ないんだけど、
すっごいね、あのハーバードとか MIT とかの卒業率とかノーベル賞の卒業率とか見るととんでもなく多いのよ。だ人口がこれだけ少ないのになんでこれだけ金融業界牛耳ってるのかとか、宗教の、俺はね、だからマイケル・ムーンは宗教の方からアプローチしないんだけど、俺はほら宗教の知識があるじゃん。だから宗教と織り交ぜて俺は解説とかよくやってるね。うん、すごいでしょ奥崎健三で、この奥崎健三を追っかけるっていう、ただ追っかけるっていうだけの映画なんだけど、まあオチ言っていいですか、雪雪鉄心軍のオチ話してもいい、今から言うからネタバレ嫌な人はやめて。あのね、簡単に言うと映画を撮ってるので、ぶん殴ったりとか揉めたりとかすごいはちゃめちゃなのよ。で後半何で終わるかっていうと、いきなり奥崎健三逮捕されましたって言って終わるの途中で打ち切るのあのね、人を拳銃で撃っちゃうの、映画撮ってる最中に。だから強制的に終わるの。すっごい映画なんだよ。奥崎健三がとある人を撃っちゃうの途中でいきなりエンディングになるの。っていう結末がね、急になんか奥崎健三逮捕されちゃったから終わりですっていうオチなんだよね。ヤクザではないの。うんとね、それが難しいんだけど、戦争があって人の肉を日本兵が食べてた、白豚黒豚とかいろいろ出てくるんだけど、要は若い男の子の肉を食べたっていう事件なんだよ。で奥崎健三がそれを怒っていてで天皇陛下にパチンコ玉当てたりとか、反天皇なの奥崎健三は。で天皇陛下にビラ配ったりとかして逮捕を何回もされてるし、実際日本兵だった頃にアメリカの捕虜になってるけど、アメリカ人ぶっ飛ばしてその食料を確保したりとか、もうすごいのよ経歴が。いや超肉体派っていうか、もう暴力肯定主義でなんか強靭なんだよ、とにかく奥崎健三は。左翼でもないっていうかね、左翼とか右翼とかじゃないんだよ、もうとにかく狂ってる人なの。もう映画見ないと分かんないと思う。そうな、な左翼は左翼なんだけど、極左っていうか極、もうなんだろう、左翼とかの域を超えてるんだよ、もうなんか宗教に近いものがあるんだよね。アナーキストに近いかな、なんかもうめちゃくちゃなのとにかくウィキペディア見たらわかるよ。殺しちゃったのか、殺しちゃったのか、撃って怪我させただけなのかちょっと覚えてないわ。とにかく逮捕されんので、今度第2弾の別の監督が撮った映画があるんだけど、奥崎健三が80歳かなんかで AV 男優になるとか、そういう映画があるんだよね。出所した奥崎健三がその神の国を建国するって言って、その理想国家を建国のためにって言って、なんか AV 男優かなんかになるみたいな、なんかそんな映画もあるって言って、それに近いかもしれない、ただの動物的行動っていうかね。だけどなんか狂った正義感を持ってるんだよ奥崎健三って。だけどそのそれが何なのかをね掘り下げる前にね、映画が急に終わるっていうのがまさに奥崎健三そのものを表しててもうね、ちょっと尖りすぎてるっていうか、普通の人は面白くないと思う。狂ってるだけなの本当に。マイケル・ムーアの方が洗練されてるっていうか、メッセージが明確で分かりやすいのね。なんて言えばいいんだろうな、ちょっとね、雪雪鉄心軍はね、あの最初に見る映画じゃない、分かんないと思う多分、何この映画みたいな。俺はすげえ面白かったけど、なんかそのジャーナリズムとかそのドキュメンタリーとかに慣れてない人が見たら、何なのこれみたいな、ただの変人映してるだけでしょって捉えちゃうかもしれない。これはっきり言ってもう精神病なんだよね。そう、戦争が、あとね、そのリーベンクイズっていう映画もあってすごいのよ、ドキュメンタリーで。リーベンクイズって知ってる？あの中国人が日本人のことをリーベンっていうのよ、日本のことを。でクイズっていうのは悪鬼、要は悪党、鬼とかそういう意味なのね。だからほら、鬼畜米兵とか呼んでないでしょ、日本人がアメリカ人のことを。アメリカ人は鬼だっつって鬼畜米兵。中国人もリーベンクイズっつって日本人のことを下げすんでた。でリーベンクイズって映画も面白いよ。ちょっとその本格派っていうか社会派だけど、その戦争で人を殺したおじいちゃんの話、いかにその中国人を殺したかっていう、そういうことを語るドキュメンタリーがあるんだけど、あれはねちょっと
見た方がいいと思うけど残酷的、もう要はいかに悪いことやったか、いかにレイプしたか、いかにどうやって人を殺していったかっていう日本兵の赤裸々な話で、で最初はやっぱり人を殺すの嫌だとか倫理観とかで揉めていくんだけど、だん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 その人を殺すのに慣れていくっていう話で、ただそのおじいちゃんが最後泣くのよ、ボロボロで。最後に語るのが上官と民家に入ると、で奥さんを、お母さんをレイプすると、で殺すの、お母さんを、で井戸の中に放り込むんだって、その民家の中で。で上官の命令で、その手榴弾、上官の命令でその殺して井戸に投げろっつって井戸にボンって投げるの。そしたら子供がわーっと男の子が走っていって、井戸の中でお母さんお母さんって言って、井戸高いから登れないのよ、助けようとしてんの。そしたら上官命令で、あの息子放り投げろっつって、かわいそうだからっつって、その投げるのよ、生きたまま。でかわいそうだから、どうせ死ぬんだから手榴弾投げろっていうシーンを泣きながら話すの、あんなにひどいことをしてしまったって言って。リーベンクイズ、パーヤングイズ、リーベンクイズって映画だったと思うな、ごめん間違ってたらごめんね。あのシーンはなんかすげえなんか印象的だったね。もう切ないっつうか、その自分の子供に顔向けできないっていうか、日本に帰ってくる時にすごい恥ずかしかったみたいな、すごい後悔してる日本兵の話なのね。そうだから、そのなんつうんだろう、左翼だとか右翼だとかそんなのないとか、ライター班のひどいとかいろいろあると思うんだけど、俺はその見ないよりも見て、そういうものが真実だったとかどうだとかじゃなくて、そう知っているっていうことが重要だと思う。うん、鬼が来たって中国映画もあんだ。うん、だからそれが事実かどうかっていうのは分かんないけど、歴史家じゃないから。でもその映画を知っておくっていうことは俺は重要だと思ってて、それであとは各々が判断すればいいと思うのね。いやこんなの嘘に決まってるじゃん、でっち上げだよとか、あこれは本当にこういうことがあったんじゃないかなっていう。だから俺必ず、そうお年寄りに聞いたら、戦争体験してるお年寄りも必ず戦争のこと聞くの、ばあちゃんとかで。歴史で教わったこととかさ、その小学生の頃教わった第二次世界大戦全然違うのよ、もう超リアルなの。その特攻隊の話とかも聞いたの、当時9歳で、その少年兵たちを使ってたわけじゃん、特攻隊って。でなんでそうなったのかとか、特攻隊ってどうだったのかとか、全然やっぱ真実は違うんだよね。勉強になるっていうか、だから知るっていうことは大事だなっていうふうに俺は考えるかな。知らないのと知るの、まあ体験はできないじゃん、戦争とか俺ら忘れちゃってるから。でも実際起こったことだから、やっぱりその忘れちゃダメなんだよね。そう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 。でも平和がなんで怖いかっていうと、平和ボケしていくと戦争が起こるっていうのが俺の考え方なの。そう、恐怖を知らないからそっち側に行くと思ってて、人間にはそういう衝動があると思ってんの俺は。で特に日本人はパチンと切り替わって戦争やっちゃえっていう国民だと思ってるから、一気に流れると思うのね、戦争になったら。そういうなんかこう、なんていうの、気性というかな、普段は温厚で我慢強いんだけど、怒ったら一気に行くっていうイメージがあるから、知っておかないとなとは思ってるね。真実はどんなだったの？例えばその神風特攻隊で少年兵なんだけど、マフラーがすごいかっこよかったっていうのよ。その白いマフラーを支給されるの、特別に神風に乗るパイロットは。でっかい旗みたいになってるマフラーをここもふって巻くのよ。でその子供がながらに憧れで、そのヒーローみたいな存在なんだって。でもうすごいかっこいいと。あとその特攻する飛行場の近くに風俗街があんのよ、ソープが、今で言うとこのソープが。でやっぱり少年兵だから童貞だから、前の日の晩にその行くんだって、その童貞を捨ててから行くんだって。リアルでしょ、すごい。で当時はやっぱりそのみんなお国のためにって言って憧れの存在だったし、そのヒーローだったって言ってたよ。
チラン特攻隊とかね、チランだっけ、チラン博物館とかね、ひめゆりの塔も行ったよ、あの沖縄行った時。まあ放送はしなかったけど、ひめゆりの塔の前までは放送したけどね。あと靖国神社も行ってるし、優秀館も行ってるし、チランはねまだ行ってないんだよね。チランは行かないといけない。そう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 、なぜ少年兵なのかっていうね、まあ特攻するのはどこの国も少年兵だから。そうだ、実際はその墜落しないで逃げちゃう人もいたんだって。でももうその非国民だって言ってすごい叩かれるとか。靖国の優秀館はあの日本人なら必ず行った方がいい。はっきり言って右寄りのあの施設ではあるの、実際右寄りなの、うん、俺はそう右でも左でもないんだけど、まあ右寄りですよ。ただ行くべき、行ってからものを語るべき。私は左だから行かないとか許されない。絶対に行った方がいい。行かないと分かんないよね。もうね、なんていうの、ひめゆりの塔も優秀館もそうなんだけど、靖国神社の優秀館っていうのは武器博物館、戦争博物館なんだよ。あのね、特攻兵の手紙全部載ってるよ、全員の写真と。こんなに若い人たちがこんなに頭良かったのかって、すごい文章を書くのよ、達筆で。で、どんな思いで特攻するのかとかね、もうね、なんだろう、もう涙が出てくるとかじゃないんだよ。もうね、霊がいるの、そこに、霊魂が。この人たちが犠牲と言ったらいいのか、守ったというのか、わかんないけど、言葉がちょっと選べないんだけど、これが事実としてあったんだっていう、空気違うよね。ひめゆりの塔にも、やっぱそういう独特の、ひめゆりはね、逆に左寄りすぎなの。ひめゆりの塔は左寄りすぎ。優秀館よりひどかった。優秀館は右寄りだなって、ちょっと右だなと思ったけど、ひめゆりの塔は本当にひどい。もうね、もう、なんつうんだろう、左すぎ。いや、絶対行った方がいいよ、優秀館は。いくらだっけな、そんな高くないよ、優秀館。で、元帥塔って言って、その、元帥、日本の軍隊のトップが、だから山本五十六さんとかが下げてた日本刀があるのよ。元帥だけがつけてた日本刀、黄金の日本刀。それがまず一番最初に出てくるの。何時間コース？ひめゆりの塔？優秀館？いや、自由でしたよ。何時間コースとかじゃない。全部見た。ゆっくり回って一個一個見て。複雑な気分っていうか、行かないとわかんないよね。だから、印象で優秀館は右翼の施設だとかじゃなくて、行くべき。行ってあなたが何を感じるかが大事。知らないのに語らない方がいい。大岡が吊るしてある。ゼロ戦も目の前にあるしね。そう、ゼロ戦の、本体があるよ。ゼロね。外からしか開かない。俺の、おばあさんが沖縄だったんだけど、実際お兄さん回転に乗ってんの。回転魚雷のことでしょ。実はそう、人間特攻兵器って3種類あったの。モグラと神風と回転で、回転と神風が実用兵器。モグラはね、使われなかった。モグラで合ってるっけ、モグラで合ってる、モグラじゃなかったっけな、モグラじゃないっけ、なんて言うんだっけ、潜水服着て嫌い人間魚雷でこうダーンって潜水艦つくやつあったよね。あれは実用されなかったんだけど、実際実用されたのは回転と神数だけだね。ああそうなんだ、チラン行くよ。ポンチェありがとう。俺ばあちゃんの遺言なの、日本人ならチランには必ず行きなさいっていう。でもまだ一回も行けてないの。ばあちゃんはチラン必ず行くのよ。5年に1回ぐらい。で、あそこの霊と会ってきなさいって。あそこには霊がいるからって。で、あそこを知らないで日本人を語るなっていうのがばあちゃん。ばあちゃん沖縄だからね、ちなみに。大和の人間じゃないからね。大和音痴じゃないからね。それでチランに行けって言ってるんだよ。大岡は？大岡は、あれじゃないの？爆撃機じゃなかったっけ、大岡って。
人間、そう。で、その3つがあったんだけど、モグラじゃなかったかな、土の竜って書いて、モグラじゃなかったかな。それはね、実用する前に戦争が終わっちゃったんだけど、そう。回転は、要は爆弾の魚雷ってあるじゃん。あれを操作するのに人間が乗るの。要は自分から内側から開けられない人間魚雷なんだけど、要は一発入魂で突っ込むの。伏流か。伏流で何て読むんだっけ、これ。モグラじゃないか。伏流か。伏流で何て読むの、これ、ひらがなで。ごめん、モグラじゃなかったわ。回転は、貝に、口が二つの貝に、天ね。回転と、神風と、伏流か。ごめんごめん、モグラじゃなかったわ。全然違ったわ。ごめん。ごめんごめん、伏流です。伏流が実用されなかった人間兵器。申し訳ない。伏流でした。すいません。訂正します。申し訳ないです。間違った情報を。すいません。優秀館は行った方がいいですよ。あの、子供に見せるもんじゃないね。絶対二十歳超えたら行くべき。学生とかはね、もうトラウマになると思う。要は考え方が凝り固まっちゃうから、ある程度判断力、その自分で冷静な思考ができて持ち帰って考えられる人が見るべき。ああいう博物館は。まあ、学生に見せたらね、トラウマでね、ちょっと右傾化しちゃうと思ってるんだよね。いや、あのね、いや、俺はあんまり学生っていうか、中学生とか小学生で行かせるべきじゃないと思ってる。なんでかっていうと、物事の判断力がないから、悲しい、戦争は悪いとかになっちゃいそうな気がすんの。いや、日本はなんてひどいことをしたのかとか、いや、お国のためにとか、やったから正義であるとか、いや、冷静な判断をするのって、いろんな、要は、俺の場合さ、そう、優秀感も行くし、姫よりの塔も行くから、両方ともその、真逆の情報全部を取るじゃん。だから、その、なんつうの、その上でこういうことがあっただろうなっていう想像力が働くんだけど、一個目に見るものってすごく大事なのよ。で、若い時っていうのは判断力がないから、思想が固まるんだよ。そう。変な思想が生まれちゃうから。俺はね、そうそうそう。学生じゃなくて、ある程度、その歴史の基礎教養が終わって、戦争っていうものがあったっていう事実を知って、いいことも悪いこともあった日本兵も、おそらく虐殺も多少あったでしょう。戦場では日本兵が絶対悪いことしませんでしたなんてありえないんだから。おそらくレイプもあっただろうし、その、慰安婦っていう制度はあったのはあったわけだから。っていうのとかもいろいろ判断した上で実際どうなのかっていう資料を探しに行くべきだと俺は思ってる。原爆ドームにも行ったことないから行かないとね。原爆ドームとチランは必ず行かないとね。見たことないから語れないかな、原爆ドームに関しては。ただまあ、行くべきだよね。絶対。大人になってから。そう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 。両方の施設に行く機会を設けるべきだと思うの。で、もし、その、そこにお金を払う価値は絶対にあると思う。事実、起こったことだから。そう。原爆ドーム行ったことない。広島に行ったことがないんですよ。いや、笑わないでよ、シロさん。俺だってさ、時間が仕事があるしさ、その中で限られた中で沖縄に旅行に行ったら必ず行こうとか、東京に住むことになったから勉強しようと思ってるの。俺だって行きたいけどさ、行けないこと行こう、行きたいと思ってますよって言ってるのに、それをさ、行ったことがないからって笑うっていうのは失礼じゃない？俺だって行きたいって思ってるんだよ。徳島には行ったよ。図書館に裸足のゲンとゴーマニズム戦争論を置くべき。いやーゴーマニズムっていうか、俺は小林よしのりは結構なんか極端な思想を持って、まあ、ゴーマニズム宣言どうなんだろうな。一応持ってるけどね、ゴーマニズム戦争論。上にあるけど、俺は行きたいと思ってるよ。人生で必ず行こうと思ってるし。アンフェタミン？ああ、ヒロポンのこと？
振り幅大きいというか、いや別に読まない、読む価値はないとは思わないんだけど、図書館に必ず置くべきだとは思わないかな。学校の図書館に裸足の弦あったからよく読んでたけど、弦ってね、必ずこうやって殴るんだよね。この見切りのカット結構好きだったんだよね。すごい角度で殴る。わかる？裸足の弦読んだことある人だったらわかると思うんだけど、ビンタがすごい、こういうビンタなの。人間の中で人体構造的にこうやってビンタやるんじゃないの？もうすごいの、こうなるの。パチーンって。あれがすごい印象的だった。あれでもなんかあれだよね。出版社が変わって続編なんか変な方向に行くって聞いたよ。なんか原爆の時に生まれた子供が神格化されて宗教活動が始まるみたいな、そういう内容なんだよね。確か。主導っていうかね、なんかね、あれはなんか子供の頃からおかしいだろ、このビンタって思ってたんだよね。一瞬、その、わかるでしょ？俺漫画好きだからそういうところに結構こだわっちゃうんだよね。裸足の弦も読みましたね。ゴーマニズム宣言も読んだけど、それよりもやっぱ資料、直接の資料を読まないと、ゴーマニズム宣言を読んだ、裸足の弦を読んだからこうだっていうのは、あんまりかな。それよりも博物館に行った方がいいと思うよ。直接的な資料があるから、どんな服を着てたとかさ。なあ、それこそ蛍の墓とか見たら戦争知ってるのかって話になるじゃん。だからそれは、なんつうの、二次情報というか、やっぱ人間が介入すれば介入するほど情報っていうのは思想が入るっていうのが俺の考えの。でも、博物館で特攻隊の人が書いた手紙っていうのは一次情報なんですよ。これに触れることが大事だと思ってる。要は、小林義則の本読んじゃうと、小林義則が資料とか研究したり取材したものを小林義則のフィルターで出ちゃうから、小林義則の思想が入っちゃうと思ってるの。だから、その一次情報。要は、おばあさんに話を聞く、戦争の話をとか、そういうのが大事だと思うかな。二次情報も大事だけどね。そう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 。インターネットもそうじゃん。自分の思想を追っかけるようになっちゃうから。俺は別にジャーナリストでも思想家でも何でもないから、なるべくその真実が知りたいと思って、その俺が何を感じるのか、日本っていう国が何をやってきたのか、世界がどういう状況だったのかっていうのを知りたいと思ってるんだよ。いやいやいや、素敵でも何でもない。大丈夫？この話面白い？主婦勢がコメントしてないよ。主婦勢がコメントできないよね。面白い？よかった。ちょっと話がね、政治、珍しく政治っぽいという、政治じゃない、戦争論か。主婦はしないか。主婦がノリノリでコメントしてたら、ちょっと面白いもんね。大東亜戦争についての見解を述べよ、和道ってね、主婦が言ってきたらね、第二次世界大戦のアメリカが行ったとかね、ウォーギルとインフォメーションプログラムについてどう思いますか、和道さん。主婦コメントじゃないよね、それね。いや、知的とかじゃなくてさ、俺が言ってるのはシンプルなんだよ。見ないで語るななんだよ。俺は戦争語ってないのね、実は。今。そうじゃなくて、そう、知らないからこそ知ろう。で、それは実は東京に住んでたらすぐ行ける。山手線で、千駄ヶ谷だっけ？靖国神社って。千駄ヶ谷で合ってる？千駄ヶ谷だったっけ？最寄り駅。合ってる？千駄ヶ谷に行って歩いて3分。で、施設の中で靖国神社で参拝はしなくていいです。まず有習慣行ってみてくださいっていうことをただ言ってるだけ。千駄ヶ谷じゃなかったっけ？どこだっけ？どこだっけ？靖国神社の最寄り駅って。なんだっけ？ごめん、俺がね、地名覚えるの変だね。九段下だ。ありがとう。九段下です。ありがとう、千代さん。九段下、九段下。そう。で、悲しいことから目を背けないでくださいっていう、実際悲劇があったことは事実だから、その上で僕らの生活があるっていうことじゃん。
ね、資料が残ってるっていうのは奇跡に近いんですよ。たった数十年前、70年、80年ぐらい前にこんなことが起こった。例えばさ、江戸時代の関ヶ原の資料とかってなかなか残ってないじゃん。まあ、やっぱり忘れられていくもんじゃん。忘れるっていうのが一番怖いの。で、忘れてしまって物を知らない人は物を語る資格がないんだよ、やっぱり。物を語れって言ってるわけじゃなくて、知らないっていうことはいかに怖いことなのか。そう、靖国神社の中に優秀館っていう優は、遊ぶっていう字じゃなかったかな。優秀館のね、字が違う。優秀館ってどういう字だっけ。そう、物を知るっていうことが本来の勉強なんだよ。だから大人になっても勉強っていうことはできる。ありがとう、優秀館ね。ちとさん、ありがとう。そう、無知は、あのね、これはね、その先輩に教わったことない。俺中卒じゃん。だから、その学歴にすごくコンプレックスがあるの。だけど、そういうことを先輩に相談したことがあって、先輩の経営者ですごく学歴の高い人に。それは和道くん間違ってるよって。君が、無知を恥じるっていうことに気づいたのなら、大人になってからが本当の勉強っていうのができるんだと。で、その学校で教えてる情報のものじゃなくて、リアルで体感しなさいって。肌で感じることも勉強なんだよって。で、もし、その学歴にコンプレックスがあるのは、まあ、しょうがないことなんだけど、体験をしに行って勉強をしていけば、わかる人にはわかるよって。で、君が体験したことは、勉強で教わったことよりもすごく貴重なものだから、どんどん体験しなさい。生で声を聞きなさいって教わったの。恥じなくていいっていう。無知でもいいから、積極的に勉強をする姿勢っていうのは正しいことだよって。そういう風に教わった。そう、今からでも勉強はできるって。ただ冷静な判断力がなかったらダメだよって。それは洗脳されてるのと一緒だからっていう。君が出す答えを求めなさいっていう。あと歴史の勉強をすればさ、すごく面白いと思うのが、絶対に避けられないんだよね。よくさ、その関ヶ原がなかったらどうなってたかなとか、第二次世界大戦がなかったらどうかなって俺も考えてた時期があるんですよ。でもね、やっぱりね、世界過去歴史って面白いのがね、たらればはないんだよね。録画再生できないの？ケズランさん、はじめまして。もし面白かったらフォローしていってください。応援よろしくお願いします。録画再生できない？なんかバグってるんだ。多分時間が経ったらできるようになると思いますよ。そう。何の話だっけ？いやいや、全然。上からでも下からでもなくて、まっすぐ正面向いてみんなと話したいですね。上からとか下からとかなくて。同じ目線で、なんかこう同じ話ができたらすごく素晴らしいと思ってますね。ああそうなんだ。じゃあバグっちゃってるのかもしれない。ちなみにどの動画ですか、ケセランさん。まあね、生放送だからね、どうしてもデータ上のものだから壊れちゃったりするんだよね。あともしよかったらアイテムください。もしこの活動を応援してくれる人がいたらアイテムちょうだい。俺もう開き直ってるから、欲しいものは欲しいっていうことにしたから、アイテムください。本当に飯食わないと生きていけないんで、頑張るんで本当に。はい、うんこを拾ったりとか優秀館に行ったりとかいろいろやるんで、もし応援してくれる人、お金に余裕のある人はアイテムください。いや本当小好きだから俺、小好きだから。アイテムで飯を食うっていう最低な生き方をしてるから。ボクシングも頑張るし。ありがとう、バーガーありがとう。うんこを拾うのはだから金のためですよ。同情するなら金をくれですよ。ありがとう、ともさん。嬉しいです。もしよかったらフォローして。僕のこと応援してくれる人は、ふわっちのフォロー、ツイッターのフォロー、YouTube のチャンネル登録、この3つをしていただけると、
支援になります。アイテムだけじゃなくてこの3つをしてくれたらすごく助かるので、この人を応援したいなって感じた人は僕からお願いするのは、ふわっちのフォロー、ツイッターのフォロー、 YouTube のチャンネル登録、この3つをしてくれたら本当に助かります。はい、いやでさらにお金に余裕のある人は金をくれと、全員に金くれって言ってるわけじゃないからね。解放バーガーありがとう、ソルドアウトメガホンありがとう、カメさん、なんだろうこれ、手ありがとう、より乳首さんハートありがとうございます。そりゃそうでしょ、綺麗事じゃ食ってけないんだからさ。うん、その代わりなんでその俺に支援してくれっていうかというと、地方の人、北海道の人、沖縄の人、優秀館行けないですよね。だけど俺が代わりに行くことできるんですよ。チャンさんいらっしゃい、いやどうもしてないよ、代わりに行くことができるから。でこういう施設でこういうものが展示されてるよっていう情報を届けることができるからさ、いろんなものをみんなの代わりに勉強することができるから、だからもしよかったら そういう意味合いでも、なんか俺の代わりにちょっと優秀館行ってみてくれ、原爆ドーム行ってみてくれっていう応援の仕方だったらすごく嬉しいね、乗っかってくれると。うん、もし俺に価値があると思ったらね、俺の情報に。まあ例えばマイケル・ムーアの映画もさ、なんで見れるのって言ったら、みんなが時間を買ってくれてるからじゃん俺の。うん、いや今来たって、まあ話を元に戻すとね、まあ俺はその配信に対していろいろあったけど吹っ切れたよっていうことがあって、これから閲覧もコメントも増えていくし、配信のスタイル変えるねっていう話で、ちょっとみんなと向き合ってたんだよね。ちょっと吹っ切れたっていうか、配信者としてやることが見えたっていうか、なんかリスナーさんから勇気をもらえたんだよね。ちょっと腐ってる期間は終わりにするわっつって、もう正直な話、もう金のために収入増やすために苦しいからっつって金を追っかけてたけど、もうリスナー信じるわっつって、もう楽しむわっつって、とことん配信やるわっつって、で食えなかったらみんなと一緒に死ぬわっつって共倒れしようぜっつって、要はね、俺が変わったりとか俺が努力したらアイテムが増えると思ってたの。だけど気づいたの、ある日、そんなの運に決まってるじゃんって、俺がコントロールできるわけないじゃんって。でどうせアイテムが上がらなくて、上げようともがいても苦しいだけだから、もう俺は配信楽しむことにした、みんなと遊ぶことにしたと。でもうみんながアイテムくれるって信じるわっつって、どうせ上がってないんだったら、上がるか上がんないかもう花火師さんとかアイテム師さんに任せて、投げてくれるって、面白かったら投げてくれるって信じて、俺は別のこと考えるわっていうこと、簡単に言うと、もうみんなを信じるよっつって、で食えなかったらもう食えないでいいやって、初心に戻ろうっつって、それまでの人間だったんだからっていう、そう、もう自分を信じるのとリスナーさんを信じることにシフトする。金はくれって言うよ、アイテムくれとは言うよ、頼むよ助けてよとは言うけど、だけどもうその収入が上がることを考えるのやめる、俺が考えることじゃない。運が良かったらね、出会いが良かったら、本当に価値があったら上がるんでしょ、上がらなかったらそれまでの技量だったっつって諦めるよ。そんな感じ、チャンさん話してたのは。ああ、さゆさん、バーガーありがとう。ダイエット中なんだ、ごめんね、スルーしちゃって。さゆちゃん、久々だ、久しぶりだね。バーガーありがとう。じゃあちょっとね、俺ね、鳥の餌がないから、のんちゃんと買い物に行くんで、そろそろお別れします。皆さんありがとうございました。もし応援してくれる人は、ふわっちのフォロー、ツイッターのフォロー、YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします。姫より遠かったね。お疲れ様でーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。